はいどうもワドツです。今日は2018年10月の18日、朝の5時37分です。僕のかわいいかわいいのんちゃんがねお腹すいたんで、クッキングします。よろしくお願いします。コメント読み上げつけるか。どうものんちゃんいいや俺やるから。じゃあ作りましょう。今日はクラブハウスサンド作ります。行きましょう。うんちゃんいいよ変わるよ。うんちゃんいいよ早いものだけ。いいよいいよいい。あ、じゃあ終わったら教えて。早かったですね。早かった、クラブハウスサンド作るよ。髪の毛切りたいな。近所のスーパーだからね。まあ、一通り具材買ってきました。作りましょう。久々にクッキング自炊します。まあ一つだけ言えるとするなら、ケチャップとマヨネーズのポテンシャルを信じるっていうことですかね。ケチャップとマヨネーズは裏切らないっていう、それだけ信じてれば何度かなるんで。あちゃんさん、わらわらわら。いやもうケチャップとマヨネーズが裏切ったことないんで、本当に一回もないっす。一回も。信じろ。ケチャップを信じろ。ワド監督さん、クラブハウスサンド。そうです。クラブハウスサンド。レッドアイさん、今起きました。おはよう。おはよう。おはよう。レッドアイさん、通知来てたけどネット止まったの？あーネットね、それは配線が抜けてただけだった。止まってなかった。繋がってる。
たちゃんさん、ケチャップとマヨは強いですね。裏切らないわら。裏切らない。俺マヨネーズってだって天使が流した天使が流した涙だと思ってるから、天空から天使がポローって流れたのがマヨネーズですから。あ、違う違う、なんかネットが止まっちゃったんだよね。天空から落ちた天使の涙の雫がマヨネーズですよ。知ってた？それ以外考えられないでしょ。できました。できた？ありがとう。じゃあ作るか。巨匠が動くよ。巨匠が。あ、のんちゃんこれ頼む。ん？動けない。あちゃんさん、天使のしずく W 三角 W、 なるほど。ヒロアット F X 配信さん KE をプレゼントしました。 KP かよ、ほんと。頼むよ。たまにはファンタスティック投げてよ。たまには KP かよ。もっとあるでしょ。秋月リリさん、秋月じゃなくて秋月です。いや俺に言われても、俺が呼んだわけじゃないから、みんなこと俺に言われても分かんない。だって果たしてねえじゃん。秋月リリさん、分かってる。全然勝たしてねえ。あちゃんさん、すごい調味料いっぱい。あ、料理するからね、俺ね。だ、巨匠だって言ってんだ。一番いい角度で撮れるように頑張るから、この辺かな、この辺。普通に料理するもん。みんな勝たしてねえんだろ、のんさん。いや、これ布巾捨てていい？捨てるよ。一回ちょっと洗う、きれいにさせて。もうそっち置くよ。一回こう硬そう。一回きれいにするところから始めよう。汚すぎる。これも。今度美味しい主婦とかでも使える美味しいソース教えてあげようか。美味しいソース、万能調味料の作り方教えてあげようか。2つあるんだよね。ルムラードソースと、ルムラードソースとね、あとガーリックラー油醤油、その2つはもう鉄板だから。秋月リリさん、お願いします。私は主婦なので。主婦なの。ルムラードソース美味しいよ。サラダとかにも使えるし、アンチョビとマヨネーズ系のソースなんだけど、作るの簡単だからルムラードソースは美味しいね。あちゃんさんはドサン流ソースだ、知りたい。いや、普通のフランス料理、フランスのソース。なんかフランス料理ってマヨネーズを元にするソースいっぱいあるので、俺が好きなのがあのルムラードソースっていうやつで、玉ねぎ、刻んだ玉ねぎと、あとアンチョビを刻んだやつのマヨネーズソース、少ししょっぱくて美味しい。
日本人ってマヨネーズタルタルソースしか知らないな。結構種類あるんだよマヨネーズ系のソース。今日はまあ家庭料理だな。いやキッチンさせる気のないこの人。美味しいよ。あのキッチンさせる気ないよねこのキッチン。なんか東京はほんとこんな感じだからね。これで6万円だよ。こんな狭いんだよ。まな板置けないんだもん。本当ね、人が住む環境じゃないよ。6万つったら田舎の方だ、成田だったらどれくらいだろう。2L は余裕で行くもんな。多分成田だったらここ3万で借りれるよ。ほんと狂った街だよ。一回きれいにしよう。がない。あちゃんさん、みなこ心は無駄に高いですよね。これ、ビールつけたい。なんかない。捨てたいんだけど、どうしたらいい。瓶どっかにまとめておくやつない。これお尻無駄に高いよ、ほんと。どこ置いとくの。無駄っつうか、もう人が住む環境じゃないよ、ほんとに。桑井さん、新宿済みだったって。新宿の、西新宿だよ。高いよ。西新宿。アホみたいにやってみたかよ。ここで6万とかありえねえよな。でも不動産は俺ダメだと思うよ本当に。これなんで法で規制しないんだろう。格差を是正するだけだからね。不動産からは何も生み出さないかも。ただ金持ちが金持ちでいるだけだから。そんな水浸しにして大丈夫？大丈夫だよ。拭くから。いや、綺麗になんないな。大丈夫大丈夫。洗うときはガッてやる。あちゃんさん、そうやって洗うんだわら。え？どうやって洗うの？調理場の厨房とか水浸しにするんだよ。もうひどいよ、一日の終わり。水バシャバシャだよ、もうホースで豪快にいってるよ。あの調理場はみんな、あのなんだ、あのもうこんな感じだよ。もう手袋つけて、あの長靴履いて、水びっしゃびしゃにしてガンガン洗うんだよ。床とかもデッキで磨いて。油ギットギットで厨房がダメになる。あちゃんさん、私もやってみる。え、三角え。あの調理場の厨房はね、もう本当に仕事終わったらもう、だから調理場をきれいにしてるかどうかでそのシェフの腕が分かるよ。で厨房を見て分かる。レッドアイさんだね。うんうん。あのレストランね、ちゃんとしたレストラン。まあ、下っ端がやるけどね。もうあのシェフ、まあ料理長もやる人もいるけどね。全然あの現場大事にしてる人は。
月リリさん、うちの旦那も毎日食器洗いと台所を洗ってくれるよ。いい旦那さんじゃん、大事にね。メロクロさん、キッチンは綺麗な方がいい。キッチン綺麗じゃないと女の人はダメよ。料理やってないのがすぐバレる。台所とトイレ見たらその人の人格わかるよ。台所綺麗な人はちゃんと料理やってる人だから。料理やってない人ほど汚くなる。一回配信者ですげえ面白かった女の子がいてさ、配信者の女の子で私料理するよって言って、何作るのってさ、パスタって言ったら、パスタは料理じゃねえよ。それって私おにぎり握りますって言ってんのと一緒だからね。くっそ笑ったもん。中月リリさん、うちの旦那は台所とトイレと風呂場を洗ってくれるよ。のふるさとわつかさん、ガスのコンロは水でも大丈夫な気がするけど、それ電気コンロですよね。水が漏れてショートしないの？大丈夫、使ってない。素敵な旦那さん。素敵な旦那さんだね。大事にしないと。いい旦那さんだ。いいパートナーに巡り会えたね。リリさん、それにめっちゃイケメンだよ。めっちゃイケメンなの？マジかよ。誰に似てんの、芸能人で言うと。それでイケメンなのかな、すげえな。匿名係長ただの花火師さん、こんなもんで申し訳ないです。あ、ありがとう花火。サンキュー。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。こんなもんで申し訳ないって、こんなもんも投げないやつがいっぱいいるんだよ、うちの枠。ありがたいよ。中月リリさんというか作曲家なの旦那は。すごいね。作曲家。映画の曲作ってもらうか。サントラ。曲がすごいね。作曲家でイケメンで家事も手伝ってくれるってどんだけよ。どこで出会ったの？めちゃめちゃ勝ち組でしょ。作曲家でなかなか飯食えないよ。あちゃんさん、ピッカピカ気持ちいい。うん、ピッカピカだね。まずは料理をする前にお掃除でこの状態を作って、タカさん、そこは住んで何年目ですか？いい旦那さんだね。悩ましい。ヒロアット FX 配信さんでキーをプレゼントしました。KP からつけてんな。ありがとう。あれ、景気悪いの？たまねえ、ファンタスティックボカン頼むよ、ヒロさん。
玉04823ヒロさんザ W ボンさん笑って文句言うな。だってヒロさん金持ちなんだから、ヒロさん金持ちだし、もう結構付き合い長いよ。気前よとボーンとファンタスティックお願いします。ヒロさんボカーンとね、男気ファンタスティック。ヒロアットレフ X 配信さんこんばんは。はい、こんばんは。中月リリさん、元ボカリストだったけど今はゲーム曲とか CM ソング作ってるけどそんなに儲からないよ。あ、そうなの、儲かんない。ヒロアット FX 配信さんですよね。ブロック入れるよ、あんま調子乗ってると。何がですよね。ヒロアット FX 配信さん KP をプレゼントしました。 KP かよ。レッドアイさん、わら。あれだ、役立たずな、ポンコツだよポンコツ。配信さん、ドレさんとこで投げすぎた。ドレさんのところで投げたらブロックするよマジで。ドレのところで投げて俺のところで投げないとか。いやマジでブロック入れるよ。バカにしてんでしょ本当に。投げないんならもう縁切ろ。ドレに投げて俺に投げないとかもう本当ポンコツの極みでしょ本当に。ポンコツだよポンコツ。失望したわ。あちゃんさん、どれさんはダメ。どれはないわ。配信さんウェブで10万買ってくるわ。中月リリさん、ワードをプレゼントしました。いや10万俺に投げてくれたらマジで言ってんの。10万投げたら神回なんだけど。マジで、いや俺に10万投げてくんの。え、今月全然助かるんだけど。え、俺に投げてくれんの10万。マジかよ、マジで言ってんの。神降臨、マジで言ってんの。10万投げてくれんの俺に。多分そしたら今月のリスナーで投げた人トップじゃないの。ぶっちぎりでリスナーランキング1位取るよ。中月リリさん、見てたらお腹空いてきた。まだできてないよ。
て、ベーコン、卵、レタス、トメートだから、レタスからいくか。10月リリさん、このロボットの声を10月から秋月に変えてね。え？あ、ロボットの声変更できないよ。これは iPhone のプログラムだからできない。変えらんない。でひらがなで秋月を秋月って入れるしかない。これは俺の問題じゃ、俺の設定の問題じゃないから。よし、まずはじゃあレタース、レタース。のんちゃんレタス買った？ちびっと？なんで？野菜いっぱい飛んじゃないの？ちびっといいの？秋月リリさん、私の旦那様は秋月圭介と言います。あ、そうなんだ。秋月圭介さんって言うんだ、旦那さん。音楽家？笑い男さん、ワド2。はい、ワド2。てかレタスこんなんで200円なんだね。やばくない？小さくない？こんなんで200円だよ。野菜たっけえよな。びっくりしたよ。あの、のんちゃん食べるでしょ普段。うん、この冷蔵庫。野菜高くなったような。秋月リリさん、めっちゃ高い。高いよね。びっくりしたよ。どういうことって感じだもんね。あちゃんさん、だからどうぞ。え？高いよね。コンキスさん、俺もやしばっかだわ。他の野菜高いから W。笑い男さん、料理配信読んで。もやし食べてんの偉いじゃん。料理配信、まあたまにはやってみようかなと思って。レタスの水を切っておいて、トメートを、トメートを、リリさん、もやしはエンゲル係数を下げてくれる味方ですね。のんちゃん、これ自分のサラダに使って。はい、トメート。はい、トメート。あとで切ろうか。じゃあベーコンと卵から、どうしようかな。卵からいこうかな。はい、パン。リリさん、モンちゃんに対する話し方すごく優しいね。俺、女性にはみんな優しいよ。
のんちゃんだけじゃなくてリスナーさんにもすごい優しいよ。俺無礼な人間に対して無礼に返すだけで普通にみんなに対して優しいと思うよ。礼儀のないやつには無礼に返すけど。おはよう。俺普通にリスナーさんに対しても同じように接してるよ。だからリア突した人とかでみんなそういうよ。だから無礼な人間が大っ嫌いな。年齢が年上だろうが、あの収入が多かろうが、偉そうなやつとかそういう人間に対してはもう容赦ないね俺は。人としてダメなやつには無礼なやつには無礼で返す。シカドンさん、再びおはようございます。はい、おはよう。2人分だからどうしようかな。俺何個食べようかな。ルーニーさん、人としてダメなのはテメズじゃねえ。カワラよいしょ。ブロックブロック。終月リリさん、私もそういう性格なのでさっきは熱くなってしまった。まあいいんだよ、無礼なやつは無礼で返していいんだよ。全然いいよ。レコロンさん、お久しぶりです。久しぶり。秋月リリさん、また来たの。アイテムありがとう。レコロンさん、ケーキを10個プレゼントしました。アイテムありがとう。レコロンさん、風船を10個プレゼントしました。ごめんなさい、ネコロンさん。レコロンさん、わかんないですね。バーガーを10個プレゼントしました。絡みありましたっけ、僕と。猫王さん、一か公園で戦いました。公園で戦った。猫王さん、空手の猫王さん。あの車超かっこいい猫王さん。猫王さん、お久しぶり久しぶり。何やってたんですか。全然見なくなっちゃったじゃないですか。超久しぶりさ。っていうかこの卵すげえ腹立つんだけど。何この卵っていうかね、東京ほんとダメ。見てこの卵、1個だけ超小さいの、わかる？真ん中のやつ。なんでこんなバラつきあんだよ。猫王さん元気してました。猫王さんわかるわ。ああそうだったんだ。仕事絶好調だ。よかった。お元気そうでよかったっすよ。コックさん、ひどいな。バチャンさん、大きさバラ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 。しかも卵まずいし、東京の卵ですらまずいかんね。ほんとね、千葉生まれっていうのがいかに恵まれてたか今考えると。千葉は食い物マジでうまいから。のんちゃんお腹すいた。パフェをプレゼントした。パフェありがとう。うわ、猫さん。お金持ちですね、お店。いや、猫さんめちゃめちゃ金持ちだよ。とんでもねえ稼ぎあるから。本当の金持ちだよ、この人。年変わんないのにね、俺と。めちゃくちゃ金持ちで、めちゃくちゃ成功してる。うわ、猫さんか。それは失礼しました。絡みがっつりあるわ。猫王さんは捨て頃1の時だから2年ぶりぐらいじゃないの。1年ぶりぐらいか。秋月リリさん、そんなすごいの。いや、めちゃめちゃすごいよ。もうのんちゃんも見たもんね、猫王さん車で。わけわかんないぐらいいじってるよね。めちゃくちゃ金持ち。猫王さん、そうですそうです、2年ぶりぐらいです。ねえ、2年ぶりぐらいだよね。うわ、超懐かしい。
いや、お元気そうでよかったっすね。いや、来てくれてありがとうございます。嬉しいっすよ。あれから2年も経つんだ。まあ相変わらずっす、僕は。猫王さん、あれから車や店舗展開して爬虫類屋とかリラクゼーションの店舗展開頑張ってました、また増やしたんすか店舗。え、今何店舗ぐらいですか。だって俺が会った時も結構店舗数持ってたもんな。結構じゃあやってんじゃないですか今。中月リリさん、すごい、うん、すごいよ猫王さん、マジで成功してるよ。めちゃくちゃ成功してる。猫王さん、今8店舗だけですよ。うおー、すげーすげー。え、だって俺が多分知り合った時に、3、4店舗だ、3店舗だったかな。で、これからペット系力入れていくっていう。あ、違う、猫王さんですね。ですよね、3店舗でしたよね、確か。お、すげえ。パチャンさん8店舗って、すごい。すごいよ、この人。中月リリさんだけで、それな。猫王さん、めちゃめちゃ成功してるよ。年も若いんだよ。年も全然若いよ。え、俺のちょっと上ぐらいでしたっけ。俺と変わんないんだっけ年齢。笑い男さん、猫王さん店舗展開いろいろしててすごいですね。猫王さんすごいよ。猫王さん1個上です。1個上ですよね。そうだそうだ。だんだん思い出した。中月リリさん、起業家ですね。起業家、起業家、バリバリの起業家。普通に成功してるよ。で、もともとそのワンちゃんと猫ちゃんが大好きで、動物大好きで、そうペット系これからやるって言ってて。中月リリさん独身ですか。いや、それは分かんないね、独身かどうかは。まあモテないはずはないでしょ。仕事できる男はモテるからね。普通に女の人には困ってないでしょ。猫王さん、ワドさん、ボールパイソンの繁殖やりますよ、わら。え、ポールパイソンって何？ぼ、え？ヘビ？僕がヘビの繁殖やるんすか？猫王さん、ヘビス。ヘビ？え、ポールパイソンの繁殖って儲かるんすか？え、なんか、儲かる話あります？もうカツカツですよ。生活できないぐらいカツカツです、僕今。やばいっす。猫王さん、ヘビ苦手なんだよな。ISOW めちゃくちゃ儲かりますから。あ、めちゃくちゃ儲かるんだ。僕ヘビとか爬虫類意外と苦手なんですよ。あ、無理無理無理。っていうか釈迦食べられちゃうでしょ。釈迦とペコが死んじゃう。あ、いないっつって。釈迦とペコが。ポールパイソンの繁殖。中月リリさん、それって美味しいの、ショー。多分シャカトペコやられるよね。レッドアイさん、よかったね。神回になるかもね。ねえ。さっきね、ヒロさんがね、10万分花見投げてくれるって言ったからね。300匹ぐらいいますけど、ほとんど噛んでこないですよ。300匹も飼ってんすか？え、1匹、え、どれくらい儲かるんすか？ほとんど噛んでこないってことは、たまに噛むんじゃねえかよっていう。ほとんどってなんだよ。蒲焼きにたまに噛むじゃねえかよ。猫王さん、高い蛇だと50万。50万やば。300匹、ね、部屋の中にいるってすげえな。300匹。蛇の家なのか自分の家なのか分かんないよね、それ。
なんかでももうしのぎ作らないとやばいかな、もう俺も。秋月リリさん、そんなにお金出して蛇を飼いたい人がいるのね。笑い男さん、バイソン系は意外とおとなしいですよね。コックさん、何かもう一個しのぎあると精神的に楽かもな。そうだね、もう一しのぎね。実はね、今ね、俺ね、ネモーさんですね、波蛇もおとなしいですよね。バイトもさせてもらってんだよね。もう言いたくなかったんだけど、今バイトもさせてもらってんのよ。そうだけどね、やっぱりね、自分で自立していかないとやっぱダメだよ。ワドさん、おはよう。おはよう。やっぱ配信でね、食ってけなくなったって結構自分の中で恥なんだよね。閲覧がこんだけあってアイテムもらえないって人気がない証拠だから、悔しくてしょうがないよ最近。13、ワドクキンク初めて見るわ。笑い男さん、あんまりやんないかもね。でも爬虫類苦手なんですわら、秋月リリさん、何のバイトですか。ベッドアイさん、何のバイト。それは言えない。ちゃんさん、ワドさんがアルバイト。猫王さん、時間取れるもので初期投資いらないもので起業しちゃうのもありかなと。なんかでもやっぱ遊んで暮らしたいんすよね。夢がないじゃん。なんかこう夢がない。猫王さん、自分も会社には1日1時間しか行ってないですよ。秋月リリさん、配信もかなり忍耐力が必要ですよね。いや配信ね、結構なめられてるよ。あのね、ただ座ってるだけじゃないよ。本当に大変だよ配信。配信は完全に職業。なんかね、あのみんなバカだと思いすぎ配信者のこと。やってみたらわかるよ。10人閲覧呼ぶのも多分できないよ。1ヶ月フルでやっても10人の閲覧取れないと思う。それくらい難しい。いろいろ頑張っていくしかないよな。できることを。まあでも金運がないのはもうこれはあれだな、自分がそういう星の下に生まれてるとしか思えないな。もうリリさん、失礼なことを言う人たちも多いので、すごい多いよ。びっくりしました。ちょっと待ってね、のんちゃん。金運ってあるよな。絶対ある。金運あるよ。俺も金運低いは W、 まあ健康だから贅沢言えないけど。俺はね、人の運が半端じゃない。秋月リリさん、昨夜は私もついつい腹が立って。あ、いいよいいよ、全然言っていいよ。全然いいよ。金運はないけど人の運半端ない。起業家とか似合うけどな。俺起業だってずっと、だって19からずっとやってんだもん。で才能ないっつってやめたんだもん。
だから遊んで暮らすっていうのは実はすっごく考えて言ってんの。もう本気でやったもん、起業は。それダメだったの。自分が食っていくことはできたんだけど、自分が100万とかねいけるなって思ったよ。ただね、あの人を使うのが苦手なの。トラブルにしかなんなくて、である程度でかいことやるには、あの人を使える力がないとダメだっていうのに気がついたのね。だから俺はもう自分が遊んで食ってく、そう、そこにもう徹底してる。人を使えない人は大きなことできないから。だから経営者の能力っていうのは、能力の高い人をどれだけ集められるかっていうところだよ。アイディアとかね、そう、頭の良さあんま関係ない。人望を取れるかどうかの。だから王様の気質と一緒よ、経営者は。王、要は民を潤わせることができるか。本人の能力じゃないな、シンボルだから。経営のシンボルだ。楓と楓のお母さんさん、おはようございます。おはようございます。楓と楓のお母さんさん、風船を2個プレゼントしました。ありがとう、風船ありがとね。中月リリさん、ハートをプレゼントしました。ハートありがとう。あちゃんさん、でもこれだけ配信歴長くて生活できてるの素直にすごいと思う。まあ、いっぱいいるかもね、食えてるやつなんか。たまたま運が良かっただけだよ。まあ、リスナーさんが食わせてくれてんだから、俺がすごいわけじゃなくてリスナーさんだよ、すごいのは。中月リリさん、私もそう思います。楓と楓のお母さんさん、美味しそう。卵焼いた。もんちゃん、これ置いといて冷ましといて。次ベーコン。猫王さん、いいねを10個プレゼントしました。いいね、ありがとう猫王さん。猫王さんで、10個プレゼントしました。あざーす、 KP ありがとう。猫王さん、風船を10個プレゼントしました。風船ありがとう。中月リリさん、いいな、もんちゃん食べさせてもらえるのね。え、ゆしさん、花火をプレゼントしました。うわー、花火誰。いやしさん、ありがとう、花火サンキュー、ありがとうございます。のんちゃん、パン焼いてもらっていい？うん。中月リリさん、初見ですを10個プレゼントしました。ありがとう、アイテムありがとう、みんなたくさんありがとうね。弟子さん、キッチン綺麗だね。キッチンは片したの、今汚かった。ありがとう。猫王さん、朝で閲覧に座るのはさすがですね。あ、まあまあまあ、閲覧は相変わらず多いですね。閲覧だけは一丁前なんですよ。弟子さん、冷蔵庫に入れといて。あちゃんさん、いい予想。笑い男さん、はじ合わせ。
ん、おはようございます。中月リリさん、閲覧するならアイテムをくれなんちゃって。って何にもなんないからね。ホイップさん、ベーコンはカリカリ派？カリカリ派でしょ。カリカリ派でしょ、ベーコンは。うん。猫王さん、うまそう。あざっす。換気扇が機能してねえな。中月リリさん、配信にもお金かかるからね。やはりお心づけは必須ですね。どうもさん、どこ何年住んでんの？住んで4年か4年かな、わかんない。さん、そこの前はどこに住んでたの？北新宿だね。中月リリさん、初見ですを10個プレゼントしました。おー、ありがとう。初見です、ありがとう。よし、いい感じ、いい感じです。パンはあと4分で焼けるか。チーズちょうだい。ふるさとわつかさん、新宿好きなんですね。猫王さん、いいねを10個プレゼントしました。笑い男さん、出来上がり楽しみだね。出来上がり楽しみって普通だよ、普通。猫王さん、風船をありがとう。みんなアイテムたくさんありがとうね。ありがとう、たくさんアイテムありがとうございます。ありがとう、サンキュー、ありがとう。猫王さん、数合わせ、数合わせありがとう。そっか、みんな元気だ、よかった。まあ元気がね、生きてるのが一番だよね。元気に、それが一番の幸せだよ。笑い男さん、数合わせ、数ずれるじゃん。数合わせありがとう。そろそろできるな。
今パン焼いてる。のりこの役目はパンを焼くことだから。笑い男さん、今50だよ。中月ミリさん、初見ですを10個プレゼントしました。猫王さん、数合わせ、数合わせありがとう。のんちゃんのから作るか。のんちゃんのから。のんちゃんお腹ペコペコでしょ。トースターにしたのんちゃん、うん、焼けてねえな。まだ焼けてない。中月リリさん、ピーマー、のんちゃん、なんでいいの。楓と楓のお母さんさん、こちらまで焼いてる匂いがしてきそう。すげえベーコンのいい匂いだよ。すげえいい匂い。シカゴンさん、体辛いけど子供たちの朝ごはん用意しました。偉いね。いい、シカゴンいいお母さんだよ。どう焼けてる、これでいい。いや、なんか焦げ目ついてないよ。いいよ。いいの。中月リリさん、もうダメ、お腹空いてきた。笑い男さん、安いアイテムは10個にしないと数合わせにならないんだよ。さあ作るぞ。まずチーズを乗せます。シェダーチーズ。猫王さん、 KP を15個プレゼントしました。マヨネーズとケチャップ、どれくらい。ほどほど。ネコ王さん、いいねを15個プレゼントしました。マヨネーズにケチャップ、ここにサラダ。笑い男さん、ナイスですね。サラダを、レタスを、レタスたっぷりね。で、マヨネーズ。マヨネーズ。で、卵ちょうだい、のんちゃん。中月リリさん、もうたまんない。カステラ食べてこよう。猫王さん、完全なメシテロ。で、卵、ふわふわの卵をここに、ボカーンとね、ボカーンと卵、はい、卵たっぷり、やばいよ。メロクロさん、レタスたっぷりいいね。で、で、トメートを。中月リリさん、飯テロ撲滅運動。あ、トマトが切れねえなこれ。トメートを。トメートで、で、ベーコン。これやばいわ。これやばいよ。ベーコン。いや。ベーコン。やばいこれ。これはやばい。兵器だね、兵器。13、これはすごい。で、ケチャップ。ケチャップはパンだ。あちゃんさん、わあこれはたまらない美味しいやつ。これ絶対うまいね。よいしょ。で、マヨネーズと。笑い男さん、いいねを10個プレゼントしました。マヨネーズ、これはやばいよ、のんちゃん。で、こいつを潰して、これはやばい。
はい、できた。そうだよ。はい、できました。クラブハウスサンドです。クラブハウスサンドできました。はい、のんちゃん、はい、のんちゃんが食べてるところを見せよう。俺はもう一個作ってる。おしゃれ。コックさん、うまそう。はい、のんちゃん、じゃあ食レポ、はい、ここでゆっくり食べてて。メロクロさん、うまそうじゃん。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ん？のんちゃんの顔どこだ？ここだ。ここだ。雑談してて。食べるぞ。どっくらいかな。じゃあみんなのんちゃんと遊んでて自分の分作ってくる。ガブッとね。ちゃんとギュッてつままないな。あちゃんさん、かわいいわら。笑い男さん、おいしそうだね。いただきます。コックさん、食レポ頼むわ。のりこ、うーん、おいしい。うまい、うん。レッドアイさん、もんちゃんどうぞ。笑い男さん、もんちゃんおはよう。おはよう。猫王さん、風船を10個プレゼントしました。シカゴンさん、美味しそう。アイテムいっぱいありがとう。猫王さん、KP を10個プレゼントしました。いっぱいありがとう。うまいっしょ。美味しい。猫王さん、いいねを10個プレゼントしました。いや、なんかね、ガーリック炒めてガーリックマヨにしようかと思ったけど。笑い男さん、風船を10個プレゼントしました。うまいっしょ。うん。うん、マヨネーズ足りる？うん、ケチャップもちょうどいい、ちょうどいい、うん、よかった。ジャンクだな、アメリカ人みたいな。うん、幸せだよね。元気出た。うん、もうギュッて潰して食べるの。潰してくん。うん。うめえって顔してる。うめえ。やっぱ手作りだよね。よかった、のんちゃんが美味しいって。うまい。うん、うまい。トマトもいいでしょ、トメート、うん、これはうまいよ。13、もんちゃんの幸せそうな顔。笑い男さん、和土さん料理か見て。こんなの料理じゃないよね。俺から言わせたらこんなの料理って言わないよ。こんなのはパパッと作って、こんなジャンクな料理じゃない。俺が本気出したらすごいよね、えのんちゃん。うん、これはおやつだよ、おやつ。あちゃんさん、幸せな朝。昼、そう、朝飯とかさ、そのパパって作る。笑い男さんで、いい子10個プレゼントしました。こんなのは料理じゃない。料理っていうのはもっと下ごしらえして、前の日の晩から料理すん、仕込むのを料理って言うんだよ。こんなのはケチャップとマヨネーズの味なんだから。猫王さん、優しいの、アワドさん。そう、うん。ティッシュ持ってきて。あ、ボロボロ落ちてるよ。子供じゃないんだから。おいしい。元気出た。うん、これでコーラとか合うよね。うん、コーラだね。コーラグビグビやりながら、ね、あちゃんさん、のんちゃん腹ペコだったんだね。わら、のんちゃんお腹すいてた。カブン。笑い男さん、ちゃんと料理してるよ、下ごしらえから毎日ね。
猫坂おはよう。坂。どうもさん、金なくても幸せってこのことか。いや幸せはお金じゃないよ。でいつも言ってるけど、お金が増えても幸せにはなれない。お金は不幸を減らせるんだ。だ最低限食っていく金があったら、金が増えても幸せになんない。ただ金は不幸、最低限の不幸を減らせるんだよ。一食十とか。なるほど。そうそうそう、猫王さん本当それだね。だから生活ができるお金があったら幸せなんだよ。みんなそれに忘れてるんだよ。ギュッてギュッてつまんで口の中ガブっていけ。そんなクラブハウスサンドとかね、こういうジャンクを食うときはね、食い方なんかないから。がっつくのがマナーだから。ガブッといけ、男らしく。そう。そうだ、ガブッといくのがアメリカンだ。男じゃないし W。あちゃんさん、男らしく笑。ゆきさん、前歯ない人だと食べにくいのは。とじゅうさん、口小さいから大変だ。後先のこと考えない。それがジャンクだから。それがジャンク。後で片せばいい。うん。やけた。電気ちゃんさん、うまそうだ。あちゃんさん、牛乳飲みたくなる。おいしい。十三、私もジャンクサンド桜と笑い男さん、幸せそうで良いね。鉄さん、早起きてメスね。こんなのうまいに決まってるよ。まずい要素がないもん。13、ペロッと食べちゃった。うん。これはやば。あ、これはやばいね。あ、これやばいな。あ、これうまい。これはうまいわ。うん。あ、めちゃめちゃうめえ。ジャンクだなこれ。13、もんちゃん、飲み物。ごちそうさまでした。はいはい。
パちゃんさん、完食。猫王さん、完食。完食です。電気ちゃんさん、お腹いっぱいなった？交代だ。どけどけ。もんちゃんはそこよこせ。自分で食うわ。じゃあ俺の番です。いただきます。笑い男さん、いいねを10個プレゼントしました。13、おお。うまっ。猫王さん、いいねを10個プレゼントしました。パちゃんさん、和戸さんの番、わら。やば。電気ちゃんさん、男らしいわらわら。メロクロさん、塊すげえな。13、ワイルド。猫王さん、K、B を10個プレゼントしました。やばいよ。超うまいよ。猫王さん、風船を10個プレゼントしました。やべ、超ザンク。うまい。うまいな、これ、うん、うん、うまっ。笑い男さん、K、B を10個プレゼントしました。これ考えてすごいね。うまっ、超うめえ。いや、マジでうまい。ちゃんさん、すごいボリューム。うまい、めちゃめちゃうまい。ぎっしりだもん。うん、体に良くなる要素が一つもない、うん、いいね。13、何事もなかったような涼しい顔しちゃってるのんちゃん。パちゃんさん、わらわらわら。電気ちゃんさん、この絵じわじわくるわら。うめえ。うん、天才だね、俺。天才。いや、マジで。マジで、何でもできるんだよ、うん、天才だよ、この子。マジでうめえな。ほんと天才だよね、俺、うん。うん。こんな天才いる？いや、マジで俺、レオナルド・ダ・ヴィンチか俺かしかいないでしょ。いや、ほんとにね、神様が作った最高芸術イコール和道だよ。マジでうまい、これ。人類の到達点イコール和道だから。うまっ。13、がぶりつきがいいね。うん、うまい。うまさしかないもん。やっぱハインツのケチャップが一番うまいね。笑い男さん、風船を10個プレゼントしました。みんなケチャップのメーカーどこ使ってる？どこ使ってる？ケチャップ。アキラさん、カゴメ、ヒデ05023、カゴメ、パちゃんさん、飲み物のお供は、ね、コックさん、デルモンテ、電気ちゃんさん、ポテトにも合うよね。一人もいないわ。R-Y-U-Y-K-3、ケチャップハインツだよ。飯食うイメージ。ハインツだよね。ハインツだよね。ハインツめっちゃうまいよね。スーちゃんさん、マジで変えてみ。ハインツ。笑い男さん、うちケチャップないわ。業務用は全部ハインツだから。うまっ。ハインツ試してみて。パちゃんさん、ハインツ、
買ってみる、うん、楓と楓のお母さんさん最近ハインツなんてそんな高価なもん買ってないわ。高くないから、ハインツ高級じゃないよ。のんちゃん見てたけど、ハインツ救急フロント使ってる。ごちそうさまです。ハインツケチャップはカエデとカエデのお母さんさんトップバリュー13アライハインツケチャップ、うん、めちゃめちゃうまい。やば13がそれ使ってる、うん、笑い男さん、ハインツのケチャップ美味しいよね。ハインツうまいよ。13濃くて美味しいやつだ。そうそう、でこれ240円だよ。確か高級品じゃないよ。あちゃんさん、あら、それよく見るスーパーで。うん、これこれ。レッドアイさん、これがハインツ。ハインツってドイツ？ハインツはあれだよ。あれだ。台東区浅草5-28だよ。台東区浅草橋5-28って書いてある。書いてあるの。わらわら。レッドアイさん、わら本当に書いてあるの5-28わらい男さん、アメリカだよ。電気ちゃん書いてあるんだ、浅草橋って書いてあるんだから。カエデとカエデのお母さんさん、お祭りの縁日で見た。何がキューピーだね。マヨはもうキューピー以外になくない？他にあるマヨネーズの選択肢。マヨシカドンさん、うちも大きいサイズ買うのでハインズトマトケチャップ。ハインズ美味しいよね。鉄板だよね。あーうまかった、ごちそうさま。ワドクッキング、ワドクッキングだよ。ワドクッキング、クラブハウスサンド作ろうかなと思ったリスナー結構いるんじゃない。子供とかも喜んで食うよね、ジャンクだから。子供ががっつくよ。リボンさん、和道さん、お料理上手なんですね。猫王さん、いいね、10個プレゼントしました。ありがとう猫王さん。料理上手って女の料理じゃないって。だから俺にとってはこんなの料理じゃないって。だからおやつだよ、おやつ。腹減ったなっつってパパッと作ってあるだけなの。笑い男さん、マヨはキューピーのコレステロールゼロ使ってるを、うん、13この後食材調達してお昼に作る。お昼に作る、影響されやすいな。片付けまでやるなんてすごい、うん、いや俺がさ中学生の頃初めてやったバイトが調理系だったの。だからそこのマスターに料理いっぱい教わったもん。どうやってやるといいとか。だから俺のチャーハンとかめちゃめちゃうまいよ。びっくりすると思うよ、俺のチャーハン。パラッパラの普通にうまいチャーハンだった。13ベーコン、卵、トマト、レタスでいい。あとねチェダーチーズ。俺がおすすめするのはチェダーチーズでアメリカンが出るから。チェダーチーズね、俺のおすすめはチェダーチーズで。本当に手間かけてクラブハウス作るんだったら、待って待って、本格的なやつ作るんだったらマスタード、粗挽きのマスタードで、卵とかも、あの、粗挽きの胡椒とか、あと、マヨネーズの中に炒めたガーリックとか入れる。それくらいやる。本気でやるんだったら、ガーリックマヨネーズと、炒めた、その、玉ねぎとかをマヨネーズの中に仕込んでおいて、で、冷蔵庫で寝かしてソース、マヨネーズソース作っておいて、で、もう、マヨネーズと粗挽きマスタード。もう、それすっごい大人の味になる。だから調味料なんだよ料理って。だから今食ったのは家庭的な味かな。家庭的っつうか、なんかお母さんが作るなんか
ジャンクなうまさって感じだけど、もうちょっとカフェ感出したいんだったら、あの手間暇かけりゃあの大人っぽい味になるよ。なんかカフェっぽい味っていうか、パンとかもなんかパン屋さんで買ってくるパンで作ったりしたら味が全然変わるし。マサアキさん、おはよう。監督、はい、おはよう。ケンさん、うなちゃんマンの料理はどう思いますか？うなちゃんマンは料理上手なんだけど、盛り付けが絶望的に下手なだけ。まずくないと思うよ、実際食べたら。ただ盛り付けが下品。あれプロじゃ通用しない、あんなの。盛り付け方が最高に下品。いや、センスがないの。だから料理は美味しいと思うよ、味は。だから見た目がまずい。ニンニク、玉ねぎを炒めるのはサラダ油？サラダ油、サラダ油。別にオリーブオイルでもいいし。だからそれにベーコンチップをさ、ベーコン細かく刻んだやつをマヨネーズに仕込んでおいてもいいし。やり方はいくらでもあるよ。ちゃんま料理別に下手じゃないと思うよ、俺見てて。ただ料理は見た目からだから、あのなんつうんだろう、普通あの店とか弟子入りしてたら盛り付けから入るんだよ普通。だからそういうね、修行とかをかっ飛ばしちゃってるからああなってるんだと思うよ。シャンマンの料理食ったことないけど、まあ味はうまそうだよ。ケイさん、やっぱり盛り付け下品なのがマイナスなんですね。マイナスっていうか、ちゃんと体系的に覚えてないでしょ。だから 色味とかがおかしいんだ。シャンマンのフェイスブック見たら毎日料理あげてるよ。おはようございます。はい、おはよう。トワイさん、エンターテインメントだもんね。うな13、うなは何でもネギかけるし、チャーハンは塩辛いさ。僕ダメ人間さん、よう、はどう。よう、おはよう。いや、うまかった。ジャンクだったね。コーラ飲みたいでしょ。むしろコーヒー買ってきてよ。俺の財布から100円かっぱらって。いい朝だね。のんちゃんはもうなんか、カフェありがとう。イエスさん、のんちゃんなんか賢者モードみたいになってる。もう食った？いや、もう食ったよ。でも男のね、大体俺とかのんちゃんが1食分でいくらだろう、300円ぐらいだよ。300円かな。うん、僕め人間さん見たかった。見たかった。あれで300円ぐらいじゃない。だから自炊はね、安くてうまいからいいよね。だから食材がもっと美味しければな。だから東京である程度金貯まったら田舎に引っ込む。作ってるの？いや、作ってないよ全然。でも作った方が経済的にもいいし、あの美味しいしね、体にもいいし。13、手作りに勝るものなし。ないよ。ベロクロさん、ベーコン自分で作ろう。ベーコン自分で作るのは大変だろうな。あ、じゃあ料理のさ、コツ、主婦向けの料理のコツ教えてあげようか。主婦向けっていうか、そう、一般人向けの料理のコツ。もうこれだけね、アドバイス守っときゃうまくなるっていうのがある。その料理人じゃなくて主婦向け。料理うまくなりたいお母さんいる？僕だね人間さん、人狭い。狭いよ。13の知りたい？まずね、クックパッドをやめること。クックパッドの調理法全部間違えてるから。あのね、料理ちゃんとやってる人はそれそれって絶対言うの、料理人とか。クックパッドあれ素人投稿だから、あんなもんね、うまくない。
まずクックパッドを絶対見ないっていうこと、いやネットで見ないっていうこと、あれ通りに作って俺ひどいと思う、うん。でまず今日今すぐ本屋に行って、コシクさんクックパッドダメだよ、ダメクックパッドダメで、本屋に行ってこの料理美味しそうだなっていう本、あの料理人を見つけるので、本で一冊丸々全部やるの。あのね、料理本ってねすごくうまくできてて、あの基礎的な部分が最初のページにあって、で応用編が後ろの方にあるようにできてるので、本一冊作れる1ヶ月2ヶ月で作れるようになるとどうしていいのかっていうと、下ごしらえの仕方、料理の仕込みの仕方とか全部わかるから。だから今度アレンジが効くようになるの。自分が食材を見つけた時に、あこの食材だったらこういう風にやったら美味しくなるなっていう。 OK？ でその3、調味料には金かけろ。調理器具と調味料ね、調味料、あのね調味料なんだよ味って、プロと素人の差って。で調味料って 1,2 ヶ月持つじゃん。だからコスパいいから、あの本当に高いやつ買ってごらん。調味料なんか塩とかね、砂糖とか醤油とか全部高いのに切り替えてごらん。びっくりするぐらい家庭の味変わるから。コーヒーありがとう。お茶、うん、こっち持ってきて。調味料だからね。であとはそのまあみりんの煮切りだったりとか、そういうコックさん塩は天然塩にしてる、貧乏だけど、あもう貧乏でも全然いいよ、全然いいよ。あの調味料はお金かけたら料理全然美味しくなるから、味変わるよ。ありがとうね、のんちゃん。でぶっちゃけた話ね、食材そんなに変わらない。あの確かに田舎の方とか市場とか近いと本当に美味しい食材あるけど、スーパーの食材で十分だよ、十分。調味料高いのに変えてごらん。デメレチ系の今日の料理はレタスクラブやオレンジベージュはほぼ見れるから使ってみるのをおすすめするよ。カズヤさん、塩はいいもの使った方が身体にもいい。53、漬物用の荒塩でおにぎり握ったらすごくうまかった。あいいねいいね。おにぎりはあのね、おにぎり、俺のおにぎり世界で一番おいしいよ。あのね、もう炊き方が違うから、炊き方が。米の炊き方なんだよ、米の炊き方、研ぎ方知らない人が多いんだよね。お米はね、美味しく炊くとうまいよ。俺の米超うまいよね、のんさん。僕ダメ人間さん、そのフライパン高そう。これ2万。これ2万。13、塩が甘いってあるんだね。塩は甘いあるよ。ケイさん、炊飯ジャーも高いやつですか？炊飯ジャー、いや、要はお米自分で炊くときは、あの、炊飯ジャー使わないよ。鍋だけだよ。僕ダメ人間さん、高原、うん、13、甘いってか、旨味。そうだね、旨味成分だね。13、塩の旨味、うん、ミネラルのね。よいしょ、じゃあコーヒー一服タイムだ。僕ダメ人間さん、セクロス戦の上手かったね、うん、ああ笑い男さん、コーヒー KP KP KP、 みんな KP。 食後のシカゴンさん、私は土鍋でご飯炊いてた時期がありました。土鍋いいね、土鍋いいね。鉄鍋でね、炊くとうまいんだよ。米は全然味変わるよ。米自体じゃないよ。わたあめおはよう。部屋狭いよ。あ、やっぱこのコーヒーうまいな。
ちゃんと水出しのアイスコーヒーの味がする。熱出てきちゃった。あー、みんな風邪っぴきだ。和道マダムたちが、和道マダムたちみんな風邪、ワダムたちだよ、ワダム、うん、ワダムたちみんな風邪ひいてるよ。買ったらもったいないよね。研ぎはね、研ぎは水、要は水をいかに切るのかっていうのが大事。まず1点目、要はみんなさ、炊飯ジャーとかにね、こうやってやってるでしょ。1回目の研ぎにすっごいスピード重視、ぬかが、匂いがつくから、1回目は水バーってすぐ入れて、カッカカカカカってやって、もうすぐザルでバッバッって切るので、まあちゃんと研げばいい。普通にザッザッザッザルで研いで水切って、で2点目、これ意外とやってないんだけど、冬場だと1時間浸してごらん。これマジで家で試して、冬場1時間、夏場30分必ず水で浸すので、本当は鉄とか土鍋とかでガッと高い火力で沸騰させ、もう一気にいくのよ。で熱を閉じ込めるんだけど、まあ炊飯器でいいよ。それだけで味全然変わるから、要は芯までね、中まで水が入るから本当にうまいよ。部屋見たいって、だからなんだろう、部屋見たいもん、何見せてんじゃん。ここがのりこが寝てるベッドだよ。要は俺の背中後ろ、こんな狭いんだよ。部屋見たいも何もないよ。俺が背中にしてるメタルラックの後ろがここ、ただこれだけで、こっち側がキッチンだよ、いつも見えてる方。もっとって、だって普段見てるじゃんみんな、だ見せようがないもん、うん、じゃあキッチンの方に行って、キッチンから見せる。ちょっと待って、キッチンから逆方向から見せようか。こんな感じだって部屋。これが俺の部屋、さっきいたキッチンからなんだけど、これが俺の部屋だよ。わかる？そこがベッドでしょ？のりこのセミダブルのベッドで、メタルラックで、ここが配信スペースだよ。めちゃくちゃ狭いでしょ？日当たり悪いね。家賃6万。すっごい狭いでしょ。ここが配信スペースね。これメタルラックいつも見てんじゃん。だから玄関側からだとこうだよ。ひどいでしょ。だからここに座って配信やってて、でメタルラック、メタルラック。これはみんなが見てる風景、こっち側から。こういう角度だ。そうだよ、ワンルームをのりこが映らないようにメダルラックで仕切ってんだよ、うん、でこの配信の裏側行くよ、のんちゃんだよ。そうで、服はこうやって天井にかけてんの。黒しか持ってない、いつもの黒 T がここにあるんだよ、うん、こんな感じ。 OK、 分かった。これが俺の部屋だから、リアルに来たことある人は千間っていう、新宿駅まで歩いて15分20分かな、15分20分ぐらい、歌舞伎町前20分だから多分15分だよ、新宿駅まで15分。
いよな、ほんと。都内の家賃の感覚、これで奇跡だっていうぐらい安いの、このエリアは。西新宿5丁目で6万って言ったら、新宿住んだことある人はっっていうぐらい、よく6万で見つけたねっていう。この辺ってワンルーム12万から14万なの、この部屋の大きさよりちょい広いぐらいで、7畳で、ワンルームのマンションで12万とかそれくらいのエリア。だからここは超貧乏物件、もう穴場。だ漫画喫茶みたいなもんだよね、漫画喫茶のちょっと広いバージョンみたいな。だから西新宿5丁目でマンション検索したらいいじゃん。事故物件じゃないよ、事故じゃない。近隣が事故物件っていうか、まず俺が住んでるのが事故だからね大家と近所の人からしたら俺が一番の事故だから、うん、いいとこ見つけた。すごかったよ、だって生活保護で6万以下で探さないといけなかったけど、大久保とかに行ったらあるのよ。だけどコリアンタウンだし、北新宿とかもう生活保護者だらけだし、なんかねえ、ちょっとやっぱり生活環境、やっぱどこの町に住むのかってすげえ大事だから。で、新宿区内だったら西新宿だなって決めてたの。西新宿でその治安が良くて、なんかこうアクセスいいところ、すげえ不動産屋毎日通ったもんだよ。でたまたまあるってなって速攻契約。ここいいよ、のどかだよね。トイレなんだよ、全部見たいの。そこ開けて、うん、そこに風呂があるよ、うん、以上です、うん、便利だろ。3ヶ月ぐらい探したね、うん、ここいいよ、プリンセスガーデン、リバーサイドだしね。まあ風呂がでかいところが良かったけど、しょうがないよな、もう贅沢言ってらんないもんな。銭湯あるから、うん、銭湯あるよね。いや俺だってやだよ、うん、俺だってトイレと風呂別がいいよ。贅沢言ってない、退去予定ないね、うん、だって無理だもん、6万の物件探せないよ。はい、おはよう。今後の予定は、みんなから花火たくさんもらうかなみんなからできる限り花火をたくさんもらう、より多く、オッケー、より多くみんなから花火もらう、うん、それだけ。いいね、ありがとう。モーヤンカレーくっそまずいかんな、二度といかねえ。モーヤンカレー押す人なんだかわかんないよ、本当に。世の中で最もまずいカレーの中に位置づけてるからね、モーヤンカレー。2回騙されていったけど、なんであそこに客が入ってんのかマジでわかんないもん。本ちゃん行ったことあったっけ、モーヤンカレー。もうほんとね、連れてこうかな、マジで、のりこ。リスナーがね、なんか熱烈な信者がいんの、モーヤンカレーって。で、結構有名なカレー屋なの。あの、行く近所だから、もうほんとに殺意湧くんだよ。2回行ったけど、2回ともくっそまずかったもん。やだ、そんなとこ。いや、ハマる人はハマるんだよ。こうやってモーヤンカレーっていう人がいるんだよ。カレーは、だから俺はいつも行くのは、なんだっけ、あそこタリースじゃなくてターリーカレーか、ターリーカレー、ターリーカレー。いや行ってごらん、モーヤンカレー、新宿に住んでる人マジでね、ほんとね、ブチ切れそう
なるよ。米はまずいし、米すらちゃんと炊けてないし、松屋の方が、松屋は米しっかり炊いてんだよな。すき家がちょっと ひどい。あのね、うん、ラーメン界の二郎みたいな感じ、ほんとそういう感じ。なんかね、俺が食ったカレーね、米まずかったし、なんかね、トマト味がすんのなんか トマトカレーつか、ハヤシライスみたいな味で、で俺ハヤシライス大嫌いなの。わかる？ハヤシライスまずくない？あれ食うやつバカだろ、ほんとハヤシライス。あんま好きじゃない、うん、あんな味だった。ガネーシャっていうのがうまいんだ。腹立つよ本当に。スープカレーも別に食いたいと思わないかな。なんかね、俺はね、食って高いもの、なんか別にうまいものあるんだよ新宿でも。ただ高いの、成田の感覚からすると。もう全部が成田基準だから、あのなんて言えばいいんだろう、600円700円出せばうまいもんなんていくらでも出てくんのよ、田舎の方って。地方の定食屋とかでも。だけどね、こっちはね2000円からだね。2000円から。都庁のランチまずいよ、お前大丈夫か、みゆきってやつ、ほんとモーヤンカレーの都庁とか味覚狂ってんじゃねえのマジで。まあココイチは普通に頑張ってると思うよ。俺が認めたのは、新宿でうまいと思ったのはターリーカレーでしょ、うん、まあ700円800円で食えるよね、うん、あと辰野屋のつけ麺、もつつけ麺ラーメンでしょ、うん、これ1200円ぐらいか。あと高麺だよね、うん、これ以外認めないから俺。これ以外にうまいものなんて存在しないんだ。コストパフォーマンス考えてもこれぐらいだな、うん、のんちゃん元気ないよ今ね。のんちゃん寝込んでるもんね。いや、モーヤンカレー行かないよ。モーヤンカレーほんとまずい。なんなんだろう、なんであれをうまいって言えるんだろう。もう味覚がぶっ壊れてるとしか思えないんだよね本当に。風邪じゃない、うつ、うん、うつ病。東京高いよ。だからまあまあちょっと1600円とかになると今度幅があれが出てくるよ。牛タンのネギシ、ネギシはうまいよね。あもうひどいよ本当。あとはカーナビありがとう。ネギシうまいね。ネギシはまあうまいよ普通に。なんか1200円から1600円ぐらいで、うん、こうめん好きだね。思いっきり味の素入れまくってるけどうん、ネギシ美味しいね。ネギシすげえ頑張ってるよね。味の素が中毒性があるんじゃない？多分ね。のんちゃん元気でだね。クラブハウスサンド食って。眠くなった。いいよ寝な。何？ゴロンしてる。いいよゴロンしてる。元気になる前に寝てればいい。思い出横丁一回も行ったことないね。俺はすき家が味が一番うまいけど、一番経営頑張ってるなって思うのが松屋だね。あの味的にはソースの味、タレの味が好きなのはすき家だけど、米の炊き方とか無添加とか価格帯とか経営方針頑張ってるのは松屋だと思う。
そんな感じかな。吉野家があんまりないんだよね、こっち側。すき家はね、俺働いてたことあったけど、とんでもなく給料は出すよ。あのバイトでも深夜版入れたら多分ね32万はいく、ワンオペだから。ただ本当に大変だ。スキヤなんてもう働いてる連中で言ってたもん、あこれ絶対強盗入ったらアウトだねって。だってアルバイトの主婦のパートのおばちゃんに売上の40万とか金庫に入れさせてんのも、襲われたら一発アウトだよ。だマニュアルに書いてあるもん、もう襲われるの覚悟でマニュアルに書いてあるの。もう襲われたらすぐ金出してって。要は従業員2人に雇うぐらいだったらもう40万捨てた方が経営的にいいっていう判断をしてる。その代わり時給が高いよ。配信スペースのモニター、あれ3万だっけ、のんちゃんからのプレゼントだよね。あれ3万だと思う。飯山アイリス、おえ飯山だっけ、飯山のモニターだよ。あれは3万。ヒルトンの朝町って、ああ行ったことないな、うん、飲食のワンオペはマジで地獄で、深夜ね俺が働いてたところにねフィリピンパブのね団体がね夜中来る時があんの。やつらねもうマジでやばい。フィリピン人が20人ぐらいでスキヤをジャックすることあんだけど、今だから話すけど外の看板の電気消したもんね中国人が来た時ブレーカーを落としたもん無理だと思って。あのね牛丼20人前とレジ20、あいつらバラバラに会計すんの。それ電気、外の看板の電気落としたよ。あれはね客入ったらアウトだから。20人一気に一人で牛丼作るのマジで大変だよ。皿洗うのもマジでね本当に地獄。あれはあのスキヤに全商グループに悪いけど電源落としたわ。あれはしょうがない、不可抗力だよ。まあスキヤはね強盗とか多いからねしょうがねえよな、あんな経営してたら。まあそれが日本の現状だよ。あんな奴隷みたいに働かせないとまともに給料払えないんだよ。俺牛丼屋ね本当並で500円ぐらいでいいと思うけどね。本当に安かろう悪かろうで国民疲弊させすぎだよ。ちょっとワンオペは絶対ありえないよ。あの本当に ワンオペはありえない。本当に危ないから絶対減らさないよ。危ないもん本当。毎回話してたもん、強盗来たら終わりだよねって。まあまあまあ、うん、フェアトレードとかもそうでしょ。やっぱね俺食い物を作ってる人に対しては本当にリスペクトあるから強気に言っていいと思うよ。なんかね大企業がね本当安かろう悪かろうでさ従業員も最低賃金でって。だから知ってる？アマゾンとかって今海外とかのアマゾンのアルバイターたちに時給いくら払ってるか知ってる？ニュース見てる？ニュース。アマゾンってあの1700円だよ。1700円、そう15ドル、末端労働者に1700円払ってんだよ日本の価格で。それが日本ともうヨーロッパとかアメリカとかの差なんだよ。だってアマゾンって言ったらブラックだっていう印象でしょ。あもう自殺行為だよ本当に。そう1700円、店員への愛っていうかその従業員に対する愛情がない、
まあ無理だろうな。もう日本はもう最後なんだろう、東京オリンピックで終わるんだよ。もう覚悟しといた方がいいよ、みんな腹くくっといた方がいいよマジで。あのもう来るからね、もう終わってるからね。で終わりの最後の最後のお祭りが東京オリンピックだから楽しむぞ、東京オリンピック楽しめみんな。もう日本の最後だから。いや大不況とかじゃないよ、もう無理なんだもん。どう考えても良くなる兆しなんか一個もないんだもん。だから最後のお祭りだと思って楽しみな。こっからね、北斗の拳みたいな時代来るから。北斗の拳もう暴力暴力暴力だよ本当に。いや本当だよ、あの笑い事だと思ってるの本当にあの考えた方がいいよ。これ冗談で言ってないから。もう気づいてるのは経営者だよ、経営者。もう起業してるよ。みんな本当に地獄みたいなあの生活待ってるからね。いや景気が良いっつうか景気は悪い。ただその一部の金持ちは金持ってると。一部の金持ちは、いや海外逃げれるんなら逃げた方がいいよ本当に逃げれるならね、逃げれるならそうした方がいいよ。ゾゾタウンは勝ち組でしょ。だって俺起業した頃からやっぱ千葉だったじゃん。あの人の倉庫幕張なんだけど有名だったよ。前澤さんだっけ、あのゾゾタウンの社長もすげえうまくいっててベンチャーだった頃、俺が23の頃あの噂になってたけど、あの倉庫とかにもう私服でいいっつって、で音楽バンバンラップかけろっつって、倉庫の中ゾゾタウンの倉庫ラップがバンバンかかってて、ガンガンに音楽かかってて、みんなバスケとかやってたよ、スケボーとか。超かっこいいって有名だったもん、ゾゾタウンの社長。もう従業員にもう好きなことやれっつって、仕事がない時はスケボーやったりとかバスケやっていいよっつって、でもラップとかガンガンかけなっつって、その代わり悪いけど仕事が来てる時は力貸してくれっつって、もう頼むから、あ仕事の時はガンガン働いてくれって、あとはもう仕事がない時とか忙しくない時はもう遊べって、そういう人だったよ。まあ正解だよね、まあうまくいくよね。で能力の高い人に給料バシバシ上げてたもん、末端から入っても。もう超優秀だよ、あのなんだっけ前澤さんだっけ。いやうまくいくでしょ。なんかクソみてえに働かされてさ、なんか給料末端なのにさ奴隷みたいに働かせてさ、人としてとか偉そうなこと言ってる嘘つきよりもよっぽど信用できるでしょ。何が人としてだよな、おめえが奴隷作りてえだけだろっていう。うん、そうそうそう、あいよいよアメリカみたいになってきたよね。あそうなんだ、午後3時に帰ってもいいんだ。いやあの人は経営者として本当優秀だと思うよ。なんかネット民で叩いてる人とか、なんか知らないから叩いてるだけでしょみたいな。いやちゃんとしてるでしょ、ちゃんと労働の概念理解してるよあの人は。だからうまくいくんだよ、だから従業員が離れないんだよ。これから遊びの時代だよ、遊んでどうやって金儲けるかの時代だから、それ以外夢ないよ。どうやって遊びまくって金つかむか、みんな本気で考えな。で本気で悩んでるんだったら俺相談乗るからね。あの凸かけてきたら、今は携帯配信だからダメだけど、いやマジでやばいと思ってるからなんかアドバイスくれっつったら凸全然アドバイスするから俺。いや別に学歴ある人は学歴あるでいいじゃん、うまくいってんならうまくいってるで。
別になんか上場企業とか勤められたり官僚になれるっていうんだったら別に全然問題ないでしょ。そんな会社にこき使われて奴隷みたいにされて死ぬのなんかバカバカしいよ本当に。そんなことやるために生まれてきた命じゃないかんね。もう食うために働くのやめた方がいいよ。奴隷業を手伝うだけだから。奴隷社会を歓迎してんのと一緒だかんね。だったら生活保護を受けてた方がまだマシ。40くらいきつっ。いや働かないと生活できないっていうところにつけ込まれてるんだよ。働かなくても生活できるんだよ。俺が見せてるじゃん。働かなくても生活できるんだよ。だからなんか特技をつけるの、身につけるの、何か何でもいいから生き抜く手段。それこそチャンスなんだぜ。さっきさ、猫王さんってさ、この2年の間にさ、8店舗増やしてさ、で、パイソン儲かるよって、ヘビ飼育俺300匹やってるけど、1匹50万で売れるよって。それこそ、猫王さんとこに連絡して、私本当にこのままだとやばいと思ってるから、主婦なんだけど、私もヘビ飼うって DM 送ったら絶対助けてくれるよ。ノウハウを聞きたいんだよ、うまくいってる人に。コロミおはよう。いや絡みな、そう行動力がないんだよ。俺今生活に困ってないから猫さんね、猫さん助けてくれるって言ったけど、あのね、ワド儲かるよって教えてくれるけど、いや俺ワドリスナーなんだけどって人脈使えよ。何のためにここで時間消費してんだよ。だったらやらせれえじゃん、部屋借りて。すごい出資してもらえばいいんだよ。本気でやる気だったら猫さんとか全然あのなんだろう、返済プランとか作って出資してくれると思うよ。わかんないけど、本気でやる気あるやつだったらいっぱいいるんだから。あのうちのリスナーで金持ちなんかさ、もうみんなわかってんだろ。そういう DM 送ればいいんだよ。俺もあんたみたいにうまく生きてんだけど助けてくんねっつって、マジでやるからっつって、借りは絶対返すから。そうやってそのうまくいってる人たちに乗っかっていくんだよ。意外とね、経営者ってお高く止まってないよ。結構絆とかやる気のあるやつ大好きだよ。だから育ててるよ、経営者ほど。だからコークなんかさ、やることなくてバイトやってるのか何なのか知らないけど、俺若い時そうだったよ。普通に金持ち見つけたら金持ちのなり方教えてくださいって言って大爆笑されてたもん。でお前みたいなやつ大好きだわっつって、いいよ何でも教えてあげるよっつっていろいろ教わったもん。お高く止まってない。だからパトラッシュさんとかいるんだから、パトさんどうやったらいいかなって普通に相談するリスナーいないもんね。なんかね、受け身な人が多い。あのうまくいかない人ってチャンスが勝手に向こうから来るのを待ってるだけの人が多くて、チャンスなんか来ないから。チャンスなんか来ないよ。自分で掴み取るんだよ。だから意外とね、ツイッターとかで金持ちになりたいとかね、もう DM 送った方がいいよ本当に。意外とゴロゴロ転がってるから、ビジネスチャンスなんか。だから好きな人にうまく生き方を教わればいいんだよ。考え方まるで違うから。今までそのだから俺バイトやらないって決めてんのよ。金儲けいくらでもありますよね。いくらでもあるよ。うん、幸せも同じだけど金に関してはもっとシビアだよ。金持ちに教わったのはあのなんだろう、もう本当金は人を選ぶって言ってた。金はマジで人を選ぶっていう。
で優秀な人間にしか行かないって言ってた。金は人を選んで金が好きなやつのところにしか行かないって。で金が嫌いなところに偶然行っちゃったとしても離れるって言ってた。だから金持ちが金持ちになるのは当然だって言ってたね。お金のことをよく考えてるから。俺は金に縁がないけど、それでも自由に生活はできてると思うよ、うん、経営能力はないけど好き勝手生きていけてるからね、気楽に。ありがたいよね本当に。これで金掴んだら無敵だぞ。俺が月収100万とかになったらさすがにもうアンチもうグーの音も出ないでしょ。無敵でしょ。こんだけ好き勝手生きててさ100万以上稼いじゃったらもうやばいよね、うん、唯一生活がギリギリだからさアンチが湧くけど、もう負け惜しみにしか聞こえないと思うよ多分。そこまで行ったら、そこまで行きたいけどね。配信でもう100万稼ぎたいけどね。だからテルとかにアンチが湧かないのそこだよ。あの金持ってる配信者になんでアンチが湧かないのかって言ったら、もう勝てねえからだよ。自由に生きててやりたいことやってて金稼いじゃってんの。もうバイトしろとかも言えないんだよするわけねえじゃんで終わりだから。100万あったらまあまあ、あ、いや答えるよ。生活保護同士は結婚できますか。できます。はい、できますよ。うん、できるけど幸せになれないよ、うん、ありがとう扇風機、うん、クッキング終わった、うん、めちゃくちゃうまかったよね。のんちゃんにっこにこだったよ。おいしいっつってのんちゃんの笑顔久々見たから幸せだったな。のんちゃん最近笑わなかったからうまかったんだろうね。うん、できるけど、うん、俺はおすすめしない。生活保護同士で結婚っていうのはおすすめしない。できるよ。俺の知り合い、いやよさんね、あの俺の知り合いの小川祐希さんで検索して、小川祐希さんに聞きな。あの小川祐希さん生活保護のプロだから、聞いてきな。小川祐希さんの YouTube チャンネルにコメント書いたら全部答えてくれるよ。もう生活保護のことは俺に聞くよりも小川さんに聞いた方が早い。まあ答えられることは答えるよ。俺も生活保護で苦しい思いしたから。頑張れ。頑張って。俺の YouTube チャンネルからも飛べるから、小川祐希さんのリンク貼ってあるから、俺の YouTube チャンネル行って、俺のチャンネル登録と小川さんのチャンネル登録両方しといて。なんか生活保護者に関する情報はどんどん出していくから。頑張ろう一緒に。このソファー2000円で買ったね。もうボロボロだけど、そろそろ買い替えたいけど、これ2000円で買った。本当は8000円って言われたんだけど、いいやっつって、これ売れないだろうし、もう今もらってくんのは2000円でいいよっつってくれて。頑張りすぎないっつうかね、俺は頑張るって言葉が大嫌いなの。あのね、頑張って誰が得をするのかって話よ。
頑張れって言ってるやつね、あの昔と時代違うからね。頑張れば頑張るほど損する時代だから、うん、いや画面見せてって画面に映ってんじゃん。頑張れば頑張るほど損する。だから正しい努力よりも正しい選択をした方がいい。要はね、正しい努力をしたら報われる時代って終わったの。そうじゃなくて正しいチョイス、選択ね、チョイス、どう誰についていくのか、誰と一緒にやるのか、どういうことをやるのかっていうのをちゃんと見定める能力の方が必要、うん、そういう時代なの。そこで努力するのは当たり前だから、うん、いや頑張れば頑張るほど損するでしょ。そう思わない？うん。コメント流れてるやつお願い？何言ってんの？あ、だから弱者叩きをしてんだよゲルマ。弱いやつをとにかく見つけてんの。自分が頑張ってて報われないから、誰か自分よりも楽してるとかズルしてると思ってんの、弱いやつを、うん、あのね、そう、まさにそう、猫王さんが言ってることね。これ俺ちょっと広げるね。猫王さん言いたいことわかるから、ちょっとわかるから。ファンタスティックありがとうございます。ウェイ、いくよ。猫王さんが言いたいことこういうことなの。ゼロリスク信仰の日本人はリスクがある、リスクがある、リスクがある、リスクがある。あのね、猫王さん起業家だからその通りって言ってくれると思うけど、リスクがあって当たり前だから。何か人と違うことをやろうとするときにはリスクがあって当たり前なんだよ。どんなことにもリスクがあるから。そうで、リスクを負えないやつにチャンスなんかつかめねえんだよ。リスクを追って初めて結果が出るの。だからリスクはあるから。すげえな、ファンタスティック。おはよう。誰、何これ、誰、うわーマジかよ、ありがとう。すげえ、誰、あ、ありがとう、ありがとう、確認したわ、ありがとうございます、ありがとうございます。うわ、すげえ、一撃50発だよ。やば。ありがとうございます。ありがとうございます。そう。多分こういうことが言いたかったんだと思うの。あの猫王さんは。リスクを、無駄なリスクは取らなくていいけど、リスクがあって当たり前。ゼロリスクなものなんてない。それね、俺ね、反原発の頃からそれは思ってた。あのね、日本のアニメーション見てみなよ。鉄腕アトム、ドラえもん。何で動いてる？鉄腕アトムとドラえもん何で動いてる？ガンダム何で動いてる？原発だから。原発があって初めて高度成長期を迎えることができたの、資源のない国で。ウランとかね、ああいうものを手に入れて原子力のテクノロジーで日本進化してきたの。それを否定してるんだよ。じゃあ原発稼働を止めてどうやって回すんだよっていう。原発をね止めてどうやってやってんだよって。やばいよ本当に。マジで本当に東京オリンピック終わったらみんなやばい時代来るから、やばい時代来るから、マジでマジで誰か本当に、あのネットとかな、あのね、あとこれも言わせて、これも言わせて、火力じゃ補えない日本の産業、火力じゃ補えない、太陽光じゃ補えない、うん、資本が潤沢だとリスクを10分の1、そう、リスクを減らすことができる、不幸を減らすことができる。お金は不幸を減らせるんだよ。そうそう、で命がけでやる、努力をする。ただ自分が勤めてるアルバイト命がけでやっても株主が儲かるだけだからな、経営者が儲かるだけだからな。経営者がなんで努力してろっていうのか考えろ、マジで。自分の社長がなんで努力しろって言ってるか考えろって。うん、そりゃそうだろう。みんなが王様になってみろよ。奴隷みたいに扱うだろう。頑張れ頑張れって言うだろう。綺麗事言うだろう。騙されんなよマジで。給料保証してくんねえぞ今の経営者は。だったらこいつだって思うやつについていって、心底自分に才能がないと思うんだったら、でそいつに尽くせば
なんだろう、2番手3番手なれるよ。無理無理無理、原発から離れることなんか不可能。ただ分散させることは可能だよ。確かに原発に依存しすぎてるから、ちょっと割合のパーセンテージ変えようねとか、あと新しいその技術開発をして日本のテクノロジーだってできるから、だからリスクを分散させることはできるの。ただ原発の稼働をゼロにしろって言ってるやつは本当に頭悪すぎ、バカ、正直頭湧いてるレベル。お前が言いたいことは原発にゼロにすることじゃないだろうっていう、頭パッパルパーなんだよ、左翼も右翼も今両方ともアホ。太陽光も悪くはないんだけど、ちょっとやっぱりそのなんだろうちょっと現実味はないかなっていう。別に投資、太陽光パネルで投資とか太陽光エネルギーでっていうのはありだけど、日本全土を太陽光でどうにかしよう、風力でどうにかしようっていうのはちょっと無理があるね。いや、やめれないっていうのが他人目線なんだって。やめれないっていう言い方が、やるかやらないか、やるかやらないかなんだよ。で、要は客観、自分の人生のことなのに、成績を上げれば稼げるからやめないって言葉を使わないじゃん。第三者目線で言うじゃん、やめれないって。要はね、やるかやらないかなんだよ。できるかできないかっていう議論が多すぎるんだよ。俺はあくまで別に、なんかうまくいってる人には別に何も言ってないよ。うまく言ってる人には。ただうまくいってないやつが多すぎるんだって。だから俺が誰に向かって話してるのかをちゃんと聞いてね。リスナーはね、全員ね、自分が言われてると思いすぎてんのよ。180人の中で俺が誰に向かって言ってんのか。要はね、そこを考える力がね、だんだんなくなってきてる。配信を見る人に。180人全員が私に言ってるのっていうのが多すぎる。俺が今誰に向かって喋ってんのかね。うまくいってるやつはほっとけばいいんだよ。うまくいってんだから。俺よりうまくいってるやつなんか腐るほどいるよ。いやね、ノウハウ分野に失敗経験、ノウハウがたまるのに200年。だけどね、もう一度ね、先行投資してないから今政府が、いや、科学力とかに先行投資してて、これだけテクノロジーすごく強くなったのに、今予算切ってるから多分こっから先やばいよ。オッケーオッケー。だから俺が言ってるのはあくまで搾取されてる庶民に向かって言ってるのよ。別に勤め先があったりとか、でかい会社働いてる人はほっとけばいいんだから、幸せなんだから。太陽光発電広めたのは害悪ではないよ、別に。ただその太陽光発電だけでその回るっていうのはおかしい。理論上ありえない。お花畑だよ、お花畑。マジでうまくいってるやつで誰を対象にするかっていうことだよ。誰を対象にするか。だからやっぱ一緒にいてついてきがいのある人の方がいいよ。いや、金持ちはどんどん金持ちになると思うよ。今の日本の制度だったら金持ってるやつどんどん豊かになっていくよ。だからもうみんな豊かじゃん、金持ってる人は。どん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 うまくいく。ありがとう、面白い、ありがとう、一番嬉しいわ、ありがとう。面白いっていうのに花火添えるって粋だね、ありがとう。俺が一番気にしてるのは、俺は日本がスラム化すると思ってんの。で、要はね、超格差社会が始まるのよ、日本が。超格差が始まるの。で、その時に、格差にあぶれ、要は今4割、要は年収300万切ってるやつが 40% だよ、この国。
家庭内の収入が個人の収入じゃないよ、家庭内の収入が300万超えてないやつが 40% だよそれで子供産めとか頑張って働けとか綺麗事を言われてんだよ、マジで殺す気かって話だから、うん、はいはい、またね、殺されるぞ本当に考えなかったら。うん、なっていうかね、あのね、俺が思うに大規模な内乱が起きてもおかしくないレベルはとっくに過ぎてる。もうそれでも内乱どころかテロも起きないあの革命も起きない、何にも起きない国なんだよ、うん、もう内乱が起きてもおかしくないのは、俺パナマ文書の時に思ったよ。あ、革命が起きると思ったの。パナマ文書が流出した時に、やっと日本で左翼が暴れ出すって、ヘルメットかぶって火炎瓶東京とかに投げまくるんだ、やったって思ったのパナマ文書を忘れてるでしょみんな。俺本当に革命が来る、やっとだって思ったんだよあの時。よくわかんないって、愚民だよ、愚民だよマジで。搾取されてんのわかんないんだよ。あのね、リーダーが必要本当に今の時代だから。今の時代破壊力のある経営者、要は既存の概念をぶっ壊す時代だから、前澤、堀江門、ひろゆき、孫正義、全部活躍してんの、壊す力を持ってるリーダーの。だからゲバラみたいな人は必要だと思うよ。だから橋本さんとかも支持されたけど、橋本さんも権力にとらわれたじゃん。そうだから、もう無理だよ、うん、無理、そうだね、公安見てるからな、うん、マジでね、あ、これマジで覚えといて、マジで覚えといてね、マジで覚えといて。俺がもし自殺報道があったら、俺がもし配信つけないで遺書とか出てきたっつったら、俺殺されてるからね、公安なりなんなりに。マジでこれみんなよく覚えといてよ。俺がマジで自殺報道が流れたら、俺絶対自殺しないから。遺書なんて、いや、あのね、猫さん今度会った時話してあげる。あのね、公安笑って言ってるけど、マジであるからね。あのね、俺配信者やってるからよくわかんの。あのね、言っとくけど、2チャンネル、こういうニコ生、全部コメント欄、政治家が金買って右傾化してるからね。雇われてるからね。公安どころじゃないよ。洗脳されてるからね。ネトウヨ作ったの誰だって話だから。いや、公安見てないよって笑い事にしてるでしょ。あの、ある程度の配信者だったら分かってるから、もう全然情報操作されてるからね、気をつけな。マジ俺このままこの活動を続けたらいつかやられるよ本当に。いつかやられるから。いや、日本がどういう国か分かってないんだよ本当に。殺された映画監督何人いるかって話だよ。俺が自殺したら本当に自殺、飛び降り、それから電車の交通事故。電車って、電車の飛び降りってなんでなくならないかって、あれ一番消すのにヒットマンが一番簡単に消せるからだよね。伊丹十三とかね、うん、全然あるからね。日本は、日本に殺し屋いないと思ってるでしょ。いるからね、全然いるからね、ヒットマン。うん、いるよ。俺、あれ、統合失調症でもオカルトでも何でもないかんね。だからマイケルだから俺。マイケルとかジョン・レノンだから。うん、そうそう、推し屋さん。ねえ。パナマ文書って何ってお前には関係ねえよ。お前みたいなのがいっぱいいるから日本終わったって話をしてんだよ。パナマ文書って何って言ってる時点でもう終わってるんだっつうのニュースぐらい見ろよバカ、うん、伊丹さんは草加の映画を作ろうとしてたの、あの晩年。
ググればわかる。ちょっとコーヒー買ってくるわ。ちょっと待ってて。ちょっと今からのりこが世界経済について語るから、世界経済とフリーメイソンについて語るから、のんちゃん、はい、ちょっとコーヒー買ってくるから、のんちゃんフリーメイソンの怖さについて教えてあげて。はい、のんちゃんフリーメイソンが、フリーメイソンとユダヤ金融と、あとなんだろう、教えてあげて。わかった、世の中いかに牛耳られてるか、わかった、語れる、語れるよ語って。じゃあフリーメイソンはどこにいるか。フリーメイソンって何？フリーメイソンってお札に入ってるやつでしょ。お札に目のマークが入ってるやつ。あ、世界中にいるの？どうしよう。秘密組織者。おはよう、お元気です。矢野ラッキーさん、おはようございます。団体組織なのか。イルミナティなんだ。あ、いっぱいありがとう。いいね、ありがとう。イルミナティってなんだ。こんにちは。風船いっぱいありがとう。早速無知やな。わあ、いっぱいコメントが。1ドル札にもフリーメイソンのシンボルが。配信したらいいのにって書いてる、ね、のんちゃん配信したら多分俺より稼ぐと思うよ。のんちゃん配信者になってみれば。いい、生活倍になるよ。お母さんじゃないよ。お母さんって言ったらブロックしていいよ。ブロックするぞ、お母さんって言うと。ダブルインカムってなんだ。ダブルインカムって何。お母さんって言ったバカブロックしていいよ。フリーメイソンについて教えてあげた？うん、いっぱい教えてあげた。秘密結社だって。秘密結社だよね。超怖いよね、フリーメイソンで。うん、のんちゃん配信やったら絶対閲覧ぶっぱねるよね。とてつもなく謎。うん、こいつブロックするわ。ちょっと待って、ブロックだ、ブロックだ、こんなやつは。お前はブロックだ。公安警察かなんかだろ。うん、公安だ、公安はブロックだ、おはよう。反社会、革命的な枠だからね。革命的な枠。あ、まあ配信者としての才能はのんちゃんの方が高いと思うよ。うちのリスナーだからさ、ロハコさんとかもそうだったけど、香ばしいのが多いんだよね、寝てるだけ、ひたすら寝てる。のんちゃんお眠り大得意だもんね。どんな夢見てんのか教えてやるよ、普段。普段のんちゃんの夢
お散歩してたら、うん、なんか塀の横に豚がいっぱいいて、うん、ブイ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 ってたの、うん、何が、うん、豚が壁に壁の反対側に豚がいて、うん、で覗いたら、うん、ブイ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 豚がいっぱいいて、うん、でもそれは和道さんのいびきだった。他にはどんな夢見んの？他には、うん、他には思い出せないよ、忘れちゃった。でも夢鮮明に覚えてるんでしょ？うん、うん、楽しい夢見るんでしょ？楽しい夢、うん、楽しい夢。もんちゃん可愛いでしょ？うん、配信者やったら多分閲覧多分線は硬いよ、もんちゃん。そんなわけないじゃん。いやだってのりこの YouTube のんちゃんして、あーありがとうありがとう、花火ありがとう、花火、花火ありがとう。のんちゃんは全然、のんちゃん肌汚いよね、怪我してる、ケロイドになっちゃった、うん、のんちゃんいつもすっぴんだから。のんちゃんキャラいいよ。小学40年生だからね、うん、小学46年生48年生のんちゃん配信、いやみんながいじめなければ配信出るよ、全然。みんながいじめるから配信嫌になっちゃったんだよ。アンチがいじめるんだよ。そう、のんちゃんだって普通に昔よく顔出してたよね、のんちゃん、うん、普通にコメントも打ってたし、アンチがいじめるからいなくなっちゃったんだよ。ちょっと太っちゃったから、うん、ちょっと痩せてきたよね、でもね、最近ね、うん、ね、おはようございます。取ってくれて、うん、洗ってきて、てか灰皿買おう、これね、綺麗だったのにね、高円寺で二人でデートしてね、取れちゃった、取れちゃったね、新しいの買おうね、うん、なんか出てる素敵なの、うん、新しい灰皿買ってあげるの、おんさん洗ったら取れちゃうから、これが、うん、いいよ、一回ゴミ捨ててさ、雑巾で拭けばいいんだよ、うん、今やってきたよ、うん、うん、じゃないよ。高円寺で配信でデートしたの。一部のリスナー質悪くなったよね。昔ふわっち良かったよね、穏やかで。ほんと特殊なサイトで、俺ここ楽園だと思ったもん、最初。ね、すげえ良かったよね。あの俺ね、よっさんがねニコ生リスナー引き連れてきたのが良くなかった。あそこからね質がグッて下がったんだよね。超のどかで超良かったよ。普通に穏やかなリスナーさんで、コメントも荒れなかったし、昔良かったよね。ここだけは守ろう、本当に。だから古き良きさ、ちょうど1年ぐらい前のふわっち取り戻そうぜ、俺らで頑張って。なんか俺ディスコミュニケーションとかすげえくだらねえと思ってるから、そうニコ生からヨッサンファミリーがワンワンとかヨッサンとかコトカとかあの辺だよね、あの辺が流れ込んでからおかしくなったんだよ。ほんと荒れるようになったよね。お、エルマルありがとう、うん、本当に良かったふわっちは、本当にね楽園だと思ったもん。モヒカン、モヒカン、髪の毛切ろうかな今日。のんちゃんいい子だもんね。あ、エマルだ、ごめんごめん、うん、あれ本ぞりのモヒカンっすからね、本モヒですからね。僕あのなんかファッションモヒカンとか大嫌いだったから、ゴリゴリの本ちゃんのモヒカンだったんで、
や昔のニコあのふわっちは超良かったよ。マジで楽園だった。マジで楽園だった。のんちゃん開封枠やろう。パジャマ届いてるよ。うん、パジャマ多分2つのんちゃんのパジャマだよあれ、うん、あ欲しいものリスト公開したんでもしよかったら欲しいものリストください。プレゼント僕が欲しいのは20万円するカメラのレンズですプレゼントよろしく。あの YouTube で紹介させていただくんで YouTube のチャンネル登録もよろしくね。花火わーお花火ありがとう。格闘技俺やんないけど、なんで俺格闘技やんの、なんで俺格闘技やんの。格闘技も頑張ってて俺格闘技やってないんだって格闘家じゃねえし何かどれの深夜食堂と感じ。あシャカトペコ出そう、遊んであげよう。シャカペコステゴロ3どう思う。なんか便所さんには出る石あんのって聞かれたんだよねこの前。どう思う。もうねなんかさすがにね2連敗目はね結構答えて才能なさすぎるだろうとか思って。ピコあピコ、どうなんだろうねステゴロ3。一応便所さんには出る気あるとは聞かれたけどどうなんだろう。ピコなんだこいつ気持ち悪いね。ブロックだわ。ちょっと待って、いきなり首吊れとか。もう一回、いやもう直樹兄さんに勝てなかったんだよ。おはようみすけ。直樹兄さんに勝てないって結構へこむぜ。3度目の正直って2度あることは3度あるかんな。おお来た来た。あーなんかね今回最後になるんだってね捨て頃ね。そうそう白文鳥シナモンおいで。そうペコ、そうだよ綺麗でしょ。ペイン、はいわたつ。あ飛んでっちゃった。なんか終わるらしいよ第3回で。最後なら出た方がいい。どうなんだろうね。花火すごいよ。さっきファンタスティック50発もらった。いや今何発上がってんの。やばいよね。じゃんじゃんください。もう止めどなくください。花火56発。わーすげー56発だって。100発いこうぜ。100発。負けるってとか勝つとかじゃなくてそのなんだろう結構わーおー地下ゴン花火ありがとう。じゃんじゃんください。もうセコンドね。いやセコンド最後なら見に行きたい。あーねえしゃちゃん弁護さんが和道さんのことを彼は上手くなってると配信で伺ってた。あーありがたいね。まあ、ワンの頃よりは上手くなってるかもしんないけど、それで勝てないってどういうことって感じだもんね。自分でも強くなった自信あるよ。2年前の自分とタイマー張ったら余裕で勝てるもん。2年前の自分だったら1分で KO する自信あんの。結構どうなんだろうな。結構しんどいんだよね。なんかねみんなが思ってるよりもしんどいんだよ捨て頃って。なんか結構大変よあれね。やってみないと分かんないと思う。あのね観客の前でねやっぱね300人の前で殴り合うって結構だよ。当日計量だったから頭きたね。しかも体重オーバーしてきやがったし。だからそういうねなあなあな部分あるから結局金儲けのために本気でやって真面目にやってバカ見たから前回。普通
ね、当日計量でもいいかもしんないけど、ペナルティ与えるのが普通だし、3階級上とかありえないだろ。そもそも体重ぐらいきっちり仕上げてこいよな。マナーだろそんなもん。3階級だよ。だって身長13センチ上で体重10キロ上だったからね。めちゃめちゃ増量したもんね、うん、めちゃめちゃ増量したもん。だからみんなに言うの、なんか直樹兄さんに負けてヘタレとか言われるのいいんだけど、別にじゃあお前さって身長が12センチ上で体重10キロのやつとタイマン張ってこいよって話だよ。それがどれだけ怖いことか。ドレさんよりでかいんだよ。シャガめちゃくちゃめちゃくちゃ怖えよ。でも俺文句言わずに戦ったかんね、うん、それでヘタレだのなんだの言われたら頭くるぜ、うん。いちごのパジャマ、あの開封枠がまだだから、うん、いいでしょエマル。テルジャンピンの時ははっきり言って、あのテルにビビった。一発目のローキックがマジで速くてマジで痛かった。一発目であのもうやべえと思ったね。あ、これもらい続けたらやべえと思った。あいつ強いよテルは。っていうかね、距離感がおかしいのテルって。なんか独特の構えで、こういう構えなのだから距離がね遠いのよ。猫背でこう構えて、で反射神経めちゃめちゃ良かったよ。ひなの時から育てたよ。ひな、ひな、ひなから育ててる。いや繊維喪失は実はしてなくて、一個作戦勝ちはしてるんだよ。あのねテル、あのワンの時のねテルの足見たら分かるけど、パンパンに腫れ上がってんの。あのここぶつけてね、あいつの足壊してるんだよ。だから3ラウンド目戦えなくなってたの。あのガードで壊したんだよ、ここぶつけまくったの。だからあの作戦勝ちはしたんだけど、そりゃそうでしょ、 あんだけ蹴り強くてここにぶつけられたらあいつも壊れるでしょ。シナモンなかなかいない、レアだよ。なかなかいないよ、外国産だから。そう、テルは強かったよ普通に。直樹兄さんも強かったけどね。いや別にどれに当てつけとかないから、うん、したか。いいんだよ、誰かと比べて配信やってないから俺ら。ねえのんちゃん、うん、自由にやってんだよね、うん。青山は普通に強かったね。謎の頭巾スタイル、頭巾なんか被ってたっけ。うん、被ってた。パーカーのさ、うん、こういうさパジャマ前着てた。着てた。ピコ、遊ばせたくない、うん、仲良しになっちゃったからもう人間とは関わらない、うん、鳥同士さ愛し合ってるから。仲良し、仲良し、つがいになるといいな。子供生まれたら育てよ、うん、生まれないかもしれないけど、それこそね多分4匹ぐらい生まれるから、リスナーさんにね、あの育てたい人にあげればいいよ、うん、3匹ぐらい大事にしてくれる人に。難しいんだ、まだ1回も産んでないからな。
最初大変だったね。すっげえ大変だった。もう殺し合いみたいな感じだったもんね、シャカとペコ。本当に殺し合いだったからね。喧嘩しかしなかった。シャカがペコのこと大嫌いだったもんね、うん、でペコがストーカーみたいになった。巣作りはしてないな。巣作りの素材ないから。来た、よし、うん、元気だね。ペコが巣作るかもよ。ね、巣の道具持ってくるか、うん、巣作りたいの。チュンチュンはチュンチュンって踊って。ピーヨピーヨピーヨはペコ、ペコ踊って。ペコ、ペコ踊って。機嫌よくなんないね、うん、ピーヨ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 ヒュー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 はペコ、うん、シャちゃんが上にいるから。ピュンピュンピュンは、うん、あ、マスク大好きだね。ピュンピュンピュン、仲良し。丸くなってる。疲れた。文章かわいいよ。うん、こんな感じですね。かわいいっすね。うん、手のひらに寝るからね、こうやってやってると、うん、シャちゃん、うん、怖がらないっつうか仲良くなったかな。喧嘩しなくなったね。あ、ペコが珍しい。ペコが真ん中。こんだけそばにいても喧嘩しなくなった。もう立派なつがいだね。シナモンレアだからね。見る。シナモン文鳥レア種だよこれ、うん、シナモン目が赤い。のんちゃんが連れてきた。どこで買ったの？小島に寄ってたの、うんうん、小島にシナモンいるんだ。激レアだったの。よかったね、のんちゃんに。ペコ踊る？ペコ踊って、うん、あー、ありがとう。花火、今日は花火祭りかな。すごいね、何発上がってんだ。何発だ。 58? 見えない見えない。俺も見えないわ。何発。花火祭り、ありがとう。ハートありがとう。オスの求愛かわいいよね。かわいい。メスの求愛も可愛いけどね。プルプルプルって欲しい、うん、でも今年プルプルしないね、うん、俺があんまり構わないからだ、うん、うおー、大花火ファンタスティック。あーらまあ、マジかよ。わー、花火、ひゃー、ひゃー、ありがたすー、ありがとうございます。匿名さん、すごっ、うひゃー。シャカ見てごらん、ほら大花火だよ。シャちゃん、シャちゃん大花火だよ。すごいね。おはよう。ペコも見てごらん。ペコほら、ペコ大花火だよ。ほら大花火ファンタスティックだよ。見てごらん、ほらほら
ペコペコか、わかんないか、ペコペコ見てこな、ほら大花火。ペコ眉毛が可愛いよね、このあの左側にある、うん、知らねえっつってるね。ステーキ食えるよ今日。のんちゃん動物大好きだもん。のんちゃんの家ペットいっぱい飼ってるけど、のんちゃんはペットショップでペット飼うの嫌いなの。爪は自分でやってる、うん、爪はあの剪定の仕方があって、こういうこの鳥を捕まえる時の覚えて、そうこれって虐待じゃないんだよ、あの鳥が一番負担がなくで、ここ切ってあげる、うん、もう怖かったね、うん、そうだから全部そのあのなんつうんだっけ、捨てられちゃうっつうか殺されちゃうやつを買ってきてんだよね。買ってきてるっつうか引き取ってんのか。うわー、クール花火ありがとう。すごいね今日花火いっぱいだ。花火だらけだよ。ペコ花火いっぱいもらったよ、さやちゃん。かわいいでしょ、二人とも懐いてるね。あ、切りすぎちゃうんだ。でも血が出るよ、切りすぎたら。あの血が出なかったら切りすぎにならないから。ダメよ、喧嘩しない喧嘩しない。結構だいぶ落ち着いたね、思春期終わったな。どう、うん、暴れなくなったじゃん。いい子になった。いい子になったね。まあ、あんまり賢くないけど社会が賢すぎるんだよ。ペコ頑張ってよ。ペコはだけどパワー系だから、うん、飛ぶ運動神経抜群だから、歌もうまいしいいんだよ。個体差だから。社会が異常に頭良すぎるんだよ。癒されるよ、可愛いもん。見てごらんこれ、こんな言うこと聞くんだよ。見ててよ、社会社会こっちは社会こっち、シャカこっち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 、シャちゃんやめ、オレ、うん、いい子。シャちゃんこっちは、シャちゃん今度こっちこっち、あーいい子いい子いい子、あピュッピュ言ってる。はいこっち、はいシャちゃんこっち、はいシャちゃん遊ばなくなったな。シャちゃんこっちいい子でしょ、頭いいの、ほらこっち、飽きちゃった。こっちはよしいい子、うん。ペコペコペコはペコアホだからペコアホだから、はいこっち、シャちゃんシャちゃんこっちは、ペコもできる、シャちゃんこっち、ペコほらペコ、はいいい子いい子、シャちゃんこっち、ペコペコほらペコこっち、シャちゃんこっちはこっち、父言ってる、ペコ来ちゃう、うん、ペコはダメ、うん、シャちゃんはくっそ頭いい、この子は。ペコはイケメンなのが売りだから、もう艶と毛並みがめちゃめちゃいい、でガタイがめちゃめちゃいい、マッチョ、マッチョだよね、すごいよね。釈迦と比べたら二回りぐらい違う。そうそう、よし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 、ちょっとひなの時からでかかったからね。ね、でかかったよね、うん、イエーイ、よし、運動神経いいね、ペコ。くちばしが真っ赤なのはオスの特徴なのね。でかくて色がほら、釈迦よりも色鮮やかでしょ、これがオスの特徴。くちばしが一回りでかいの、綺麗だよ。ペコこっちは、目の周りが赤いんだよね。リングも赤くなるね、要はあのオスかメスかね。ああムフってこうボワってなってる時ね、手のひらの中とかでボワってなるよね、あれかわいいよね。ああ首痛い。タバコ吸おうかな。ペコとシャコ戻そう、タバコ吸う、いいよ、次来た時でいいよ。
遊びたいだろうから。温泉行きたい、温泉。温泉行きたい。温泉行きてえな。村がありすぎるよね、花火。うん、今月の4分の1なんだけど、今日の意味が分かんないよね。十何日、18日間稼いだ分の4分の1が今日たった一枠で、意味が分からないよね。花火師が気分屋すぎるっていうね。また来て、うん、また来て。よいしょ、すぐ帰ろ。よいしょ、あ、逃げられた。よいしょ、しゃちゃん、はい、行こいで。もう花火師の気まぐれで生かされてるから。箱根温泉配信いいね。なんかね、1週間ぐらいもうね、何にも考えないでのんちゃんとね、もうお湯に浸かるだけっていうね、本当にわけのわかんないことをやりたい。もう配信に なってないっていう、喋りすらしないみたいな、ただ飯食ってるだけみたいな。ふやけちゃう。いいじゃん、ふやけて温泉街でわけのわかんない、なんかエヴァ初代とかさ羽物とか打ちたくないなんかこんな古いやつってまだあるんだみたいな、あんじゃん温泉街。出ないんで。出るでしょ温泉街って。出ないよ。じゃあ出るんだよ、出るんだけど、なんか10日ですらないんだよ。あのなんつうの、1玉2円とか、なんか10日で突っ込んで半分しか出ないとかね、もうルールが独特すぎるんだよ。あれ多分違法状態だと思うんだけど、なんか温泉街だから、もう田舎の方だから。茨城とかやばいよマジで。茨城とかアース引いて無人で弾が飛んでるんだよ。でおじさんがこうやって島でうろうろしてこうやって覗いてお金入れてるだけなの。500円玉押して終わりなの。アース引いてるんだよ、無法地帯だよ本当に。あと俺、いやすごいよ本当。あと札とか普通に刺してるからね、ライオンとかペンギンとか。もう設定示唆しまくってんの、いまだにこんなことやってんのみたいな、茨城みたいな。笑うぜマジで、茨城のパチ屋。いや裏、もう本当に裏スロー状態だったもん。アース引いてパチンパチン飛んでて、スロットは札刺しまくってるし、マジかこれみたいな。これ20年前のルールだろうみたいな。いや、タイムスリップした気分になるっていうか、本当にこれでマジでやってんのかみたいな。こいつら法律分かってねえだろみたいな。もうザ、もうなんか、なんつうんだろう、もう本当ひどいよ本当に無法地帯だから、ただのちゃんとした店舗でやってるからね、それ。あー、茨城県ね、6年連続最下位だったもんね。で本当に茨城なんもないもん、何にもないんだよ。だって茨城リア凸ぐらいだったよ。リア凸旅行った時に茨城の地元の人におすすめのところありますかって言ったら、ないって答えるんだよ茨城でなんか見どころありますかって、どこ行ったらいいですかって、そんなもんないっていう。えみたいな地元の人が魅力がないって認めてるんだもん、全員が。何もないよっつって、すげえなみたいな。地元民が諦めてるから。リスナーかわいそうじゃないよ、リスナーが言ったの。茨城県のリアツツして飯食ってて、明日どっか旅配信で見どころ探してるんですけど、茨城県に住んでる人にどっかありますかって聞いた茨城県民のリスナーが、そんなのないって全員答えたの。4人か5人ぐらいあったけど全員ないって言ったもん。何もないっつ
マジで何もないんだろ多分茨城には。そう、何かしらあってもおかしくないけどね。っていうか開封枠やんないとな。 Amazon3 つ溜まってるんだよな。 YouTube 全然更新してねえわ。あとで撮影やろ。ああどこ行くんだろうね。だから田舎の方とかもうセックスばっかりしてんじゃないの、うん、大洗ビーチ。いや大洗のあの鳥居のやつ行ったよ俺。鳥居すげえ綺麗だったよ。写真アップロードしてないけど見る。あれ写真どこやったっけ。お、あこの中に入ってないやデータ。あバンジージャンプあるんだ。俺これやりたいんだよね。ちょっと待ってね。みんなこれ知ってる？俺 YouTube か。これやりたいんだよ。これ知ってるかな？これ知ってる？ちょっと待って、これ知ってる？これやりたいんだよね。これすげえ、なんか YouTube 的に面白そうじゃないこれ。これやりたいんだけど、これ1分4000円だったっけな。もう絶対楽しいよねこれ。これやばくない？これ超やりたいんだよねこれ。知ってる？みんなこれ下から空気で飛ぶやつ超やりたい。もう絶対 YouTube 向きだと思わない？これなんか普段この筒、透明の筒の中にあって1分4000円でほら超楽しそうじゃない？浮くの体がやばいっしょ。1分4000円でこれ YouTube でやりたいんだよね。そう日本で1個しかないんだけど施設が。ほら超なんだっけ、すげえ高くまで飛べるんだよね。いいでしょう。これなんだっけ、あの着ぐるみの有名なやつなんだっけ、にゃんこスターだっけ、にゃんこスターだっけ、なんだっけ、なんかそんなんなかったっけ、着ぐるみで有名なやつ。あいつがね飛びまくってたんだよ。そうこれやりたいんだよね。チータンっていうの、チータン、チータン、あこれこれ、そうそうチータン、これクソ洗ったんだけど、これのんちゃんもやりたいって。これこれだこれこれめっちゃ面白いチータン、これかわいいじゃんこれめっちゃかわいいめっちゃいいよねこれ、うん、いやこれはだから空気圧で飛ぶからスカイダイビングに近いんだよね。スカイダイビングに近いいいよね。うわ飛んだ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 、おお絶対楽しいよねこれ。絶対楽しいよねこれ。絶対た、ああ回転してる、あ大丈夫大丈夫、チータン
チータン。ああそう。これいいよね。これやりたいよね。電気消していい。いいよ。これ茨城、え、どこだっけこれ、埼玉か、埼玉の越谷とかその辺だから都内から全然行けますよこれ、うん、だからのんちゃん車出してくれるって言ってて、ただね、なんだっけな、値段がクッソ高いの、値段が、料金プランが、平日だと1分間3,000円、やばくない？で、まあ、もろもろの備品とかかかるんだけど、10フライトで35,000円。結構するでしょ。そう、10分間飛ぶのに35,000円だから、まあ、金入ったら行こうとか思って。場所は、アクセスが、越谷、レイクタウン。フライステーション。フライステーション。これいいよな。てか今日大手誰もやってねえな。あのね、レイクタウンから歩いて12分なんですよ。だから最寄り駅が越谷レイクタウンなだけで、相当歩くらしいですね。徒歩12分って書いてあるんで。フライステーションとか、室内スカイダイビングで出てきますよ。室内スカイダイビングか、なんだっけ、フライステーション。フライステーションが確か企業名だったと思う。ていうかカラオケかドラム行きてえな。ドラム叩きて、ドラム叩き行く、久々。なんか汗流したいな、汗。ドラム叩こうかな。バンド組みて、バンド、配信者バンド組みたい。誰か楽器できる人いないかな。なんか普通に配信者でそこそこ有名な人たちでバンド組んでライブハウスデビューしたらくっそ笑えると思うんだよね。絶対シュールだと思わない？配信者バンド結構客集まると思うんだよな。なんか一回こっきりで3曲ぐらいなんかコピー版、まあ3曲のオリジナル1曲作って披露したら絶対見に来るでしょ、みんな。有名配信者でバンド組んだら。この企画ね、うまく活かせたいんだよね。こじきっていうバンドやりたいんだよ。こじきっていうふわっちで有名な人で誰かバンドできる人いない？ギター、ボーカル、ベース。ギターとボーカルとベースが欲しい。沼田くん。沼田だと普通にガチになるじゃん。そうじゃなくて、なんか、なんつうの、もっと雑談配信者で、なんか、なんつうの、ランハゲさんとか、便所太郎とかさ、そのなんか、クズっぷり。エルピギターうまいの？いいじゃん。だからそうそう、そういう、なんか、こいつらがバンドっていうメンバーでやりたいんだよね。なんか、沼田くんだと、ただ普通に歌うまいだけだから、なんかそういう客層いらないじゃん。沼田くんかっこいいとかいうさ、なんか黄色いやつとか気持ち悪いし、うん、そうだね、ドラゴンアッシュみたいにしてね、そう、こじき。こじきはね、 PV とかも作ってさ、なんか普通に活動したら絶対面白いよね。こじきは和道プロデュース、和道プレゼンツ、こじき。なんかインタビュー動画とかも作りたいもんね。なんかボーカルのインタビューみたいな、ちょっとショートムービー作りたいもんね。彼らは世界を変えた、うわーっつって、
We are the champion バンドできる配信者ちょっと募集中だわ。意外とギターがいないんだよな。絶対面白いと思うよ。絶対面白いと思う。でライブハウスデビューして解散。普通のガチのバンドと対バンすんの。あの本気のやつら、音楽ガチ勢のところに殴り込みに行くの。動員数は半端じゃないよ。誰かいねえかな。ギターがいないんだよね。ギターが。エルピー東京なの？エルピー住んでるの。東京だったら誘いたいな普通に。MC とか普通に盛り上がりそうだもんね。まあドラムは俺が叩けるからいいとして、ベースギターボーカルだよね。やっぱボーカルアイラでしょ。スペシャルゲスト札幌からやってきたカリスマアイラ、うん、アイラにボーカルやってもらったら絶対勝てると思う。絶対話題性になるでしょ。ゴリッゴリのビジュアル系バンドで行こうよ。ゴリッゴリの。アイラ様ボーカル。アイラ様がボーカルだったら絶対面白いでしょ。うん、MC90 分曲30分っていういいね。ずーっと喋ってんの。合間に曲挟んで曲が休憩なんじゃねえかっていう、ね。うん、MC90 分全然いけるっしょ。余裕でしょ。いや便所さんとかね、生のライブ見た方がいいよ。あれでやってるじゃん、あの統合フェス。今回俺も出るんだけど、便所さん見に行ったけど好き放題喋ってるからね。誰がパコってるとか誰々が薬物やってるとか平気でペラってるからね。配信ついてないことをいいことに。もうめちゃくちゃだよあれ本当に。みんな来るの？あ、チケットまだ余ってるから、あの統合フェス来たい人来てよ。統合フェスもうね、配信外の裏話しまくってるから、あの結構面白いよ。もうめちゃくちゃだから本当に。ただ単にもうただ単に暴露しかしてないかんねこれ。まあチケット余ってるからさ、11月の23日これ結構ねバンドとかも熱くて、配信者のりゆきさんとかも MC 出るから、チケット手に入れてねみんな。これおすすめです。あ、ていうかこれの宣伝つうか動画も作んねえと。統合フェスってあの捨て頃のさ、あのプロモーターの人、裏方っつうか、あの便所さんをバックアップしてるプロデューサーさんなんだけど、統合さんはキャットファイトで有名な人。キャットファイトってわかる？あの女の子同士のそのプロレスみたいなやつ、なんかローションまみれで女の子同士が戦うみたいなのをあのイベントでずっとやってる人なんだけど、あのプロモーターさんで、その東郷さんが、東郷さんたちの仲間が集まってこう年に1回フェスをやるっていうので、それであのご招待いただいて少しトークの方で出るんだけど、東郷フェス、あ、ツイッターリツイートしておくからそこに告知流しておくよ。俺のツイッター見てみて、正明さん東郷フェスリツイートしておくよ。ちょっと待ってね、一番上に来るようにしておく。今下、うん、俺のツイッター見たら分かるよ統合フェスで。のりゆきさんがメイン MC で配信者も出るから、
すごいよ、コマ撮り姉妹出るからね。コマ撮り姉妹、軟式グローブ、少年ナイフとか、中村ピアノさんとかね。だ、音楽とトークの融合だね。そう、コマ撮り姉妹と共演を果たすまでのし上がっていったから俺さ、人生でさ、コマ撮り姉妹と共演することって想定してなかったのみんな想定してないでしょ。俺超じわじわ来るんだよね。どう計算してもさ、コマ撮り姉妹と同じ舞台に立つっていうことを想定してなかったから、自分の人生で。結構面白くなってきたよねコマ撮り姉妹のポスターの中に自分の写真があるって、なんか違和感しかない。うん、ありがたいよね。生でコマ撮り姉妹と同じステージに立てますから花火ありがとう。いやだってさこんなの笑うでしょ。どういうイベントっていうさ、コマ撮り姉妹だよ、コマ撮り姉妹。もう東郷さん仕掛けうますぎるんだって。コマ撮り姉妹のところに、ここに俺いるじゃん、ほら石川紀之さんもいるでしょ、うん、そう、少年ナイフ、コマ撮り姉妹、配信者たちだから、うん、ワンワン、桃奈々、便所さん、ひかるくん、TJ、直樹兄さん、ワン太郎とか俺とかね。組み合わせがもうめちゃくちゃいいよね。さすが東郷さんだよね。ここでコマ撮り姉妹をブッキングするっていうセンスが俺すげえと思う。めちゃめちゃセンスあるよね。少年ナイフやってるね。だから少年ナイフね、生で見れるしいいんじゃない。メンツが面白いよね、うん、いや本当に本当に芸能界だってね、カズーンさんとかさ、本来絡んじゃいけない人だよ。俺マッハさんも生で見たでしょ。桜井マッハ隼人さんでしょ。ええなんつった今、マッハさんでしょ。あと光くんのセコンドのミノワマンさんでしょ。カズーンさんでしょ。で原田さんでしょ。ダンカンさんでしょ。ある北郷さんでしょ。でコマ撮り姉妹芸能人すごい。いやミノワマンは感動するぜ。ミノワマンマジで猫さんさ、俺らの世代の超ヒーローじゃん。マッハさんとかさ、ミノワマンさんってさ、なんつうの、わかるでしょこの興奮。ガキの頃さ、マジでかっけーって言ってたさ、人がさ目の前にいるんだよ。で光くんのバンテージ巻いてるんだよ。何これって思ったもん。震える。そして鳥がコマ撮り姉妹、うん、なんか確かになんかね、激動だよね本当にね。だって俺ダンカンさんが目の前で飲んでて、なんか立川談志師匠の話とかしだした時に、ちょっとなんかこれ夢なんじゃないのかなと思ったもん。本当に思ったよ。愛はどつ、そうなんか、うん、いやコマ撮り姉妹は熱いでしょ、うん、なんかね。あとそうだよ、あ俺だってツイッターでさ、楽しんごと喧嘩したんだよ。猫さん知らないでしょ、最近配信から離れてたから。楽しんごとレスバトルしたんだよ俺ガリガリにネットで喧嘩したんだよ。知らないでしょ。楽しんごから俺ツイッターでフォローされて、でそれをキャプチャーして、なんか俺はホモじゃないってツイートしたら、あの楽しんごが発狂しだして、で楽しんごがなんか300万俺に花なんだっけ、なんか振り込むとか言い始めて、で振り込んでみろこの野郎とか言ったらブロックされて終わったんだけど、結局会ってないんだけど。楽しんごとレスバトルしたから、めちゃめちゃムカついたもんな。
いやなんだろうね、でもまあなんか実感湧かないよね、本当になんか実感湧かない。なんかテレビで見てた人たちを目の前で見てもね、なんかね変な感じだよ。マッハさんとか、マッハさんとか超怖かったもんな。何テレビみたいなテレビみたいな、いやテレビじゃないっすみたいな、何これアベマとか言って結構食いつき良かったからねあいやアベマじゃないっすみたいな、うん、もうスーパースターだもんね、ミノワマンマッハさんとか。まあだから世間は狭いんだなって、成田の田舎者からするとさ、なんか変な人生だよ本当に。なんか東京の人だと全然つながりあるんだろうけど、芸能界とか猫さんとかもあるじゃん、芸能界の人とか有名人とか。だってねカズーンさんとかからボクシング教えてもらえるとかも相当だもんね。 OPBF のチャンピオンにボクシング教えてもらえるって相当だよね。普通に考えてめちゃめちゃ恵まれてるよな。世界7位だぜ。なんで33歳のニートに世界7位の人がジャブを教えてるんだって話になってくるでしょ。いやーマジで捨て頃どうすっかな。どうなんだろう、便所さんは出したいのかな。ヒカルくん出んのかな捨て頃3。めちゃめちゃ迷う。もうもう半年間だらけてるから多分もう体も動かないだろうな。また一からだろうな。なんかそういえばキューちゃんボクシがふわっちやり始めたね。知ってるのんちゃん、キューちゃんボクシふわっちやり始めたの。知らない。アメーンって言ってたよ相変わらず荒らされててくっそ面白かったけど、うん、お釈迦様ですかとか書かれてたそのぶえ吹いてた。つのぶえを吹いてなくて、外配信であのインカムあるじゃん、うん、あれで散歩してたね。イエス様はって言ってたんじゃん。イエス様のごかごかアメンつって。キューちゃん何年やってる、もうブレないよね。毎朝公園行って角笛吹いてそうそうそう。まあ最後ね、最後だったらね、うん、どうなんだろう、最後焼けっぱちで出るか。うん、まあでも12月あたりにブッキング始まるかだろうから、多分その時に話することになるんだろう。多分みやびさんか俺かじゃん。 あとひかるくん、ひかるくんか、ひかるくんと俺とみやびさんだけ3人出たの、3回出てんのって。ヒカルくん選手で出てんの、ヒカル、あ、テルか、あ、じゃあどうなんだろうね、わかんない。2回出たのはヒカルくん、テル、俺、みやびさん、あ、誰いる2回連続出たの、それだけか。
いや勝ちたいっすよ。いやいくら喧嘩弱いとかいくらその運動神経ないって言ってもやっぱ男に生まれたから1回ぐらい喧嘩で勝ちたいよね。それはあるよ正直。さすがにいくら体力自慢じゃないとしても出るからには勝ちたいっすよ。別やねふざけてやってるわけじゃないし結構ガチでね挑んだから勝ちたいっすねやっぱ。ねえあんだけ頑張って2年連続勝ちを知らないっていうのは辛いよな。だからみんなさ勝った時の喜びとかさ知ってるわけじゃん。なんかすごいらしいのもう。なんか勝った時の感動はすごいってみんな言うけど俺だけ分かんないかんね。俺と宮城さんだけ知らないかんねそれ、うん、めちゃめちゃ悔しいかんね。そうスマホ配信もいい、うん、ありがとうバーガーアイテムありがとう、まあ、多分みやびさんまたトライすると思うんだよね。みやびさんハート強いから、まあ、カズ軍曹も多分出るって言うだろうし、カズ軍曹多分強いやつとぶつけられるだろうな、うん、カズ軍曹普通に強いの証明しちゃったからね。多分ヒカルくんとカズ軍曹がやったらめちゃめちゃ面白くなると思うけどね。多分実力的に体力的にもねえ面白くなるだろうね。いやリスナーも出ればいいじゃん。リスナーも出て捨て頃のプレッシャー感じた方がいいよ。出なよリスナーも。はいはい。マジで超胃が痛くなるから。楽屋とかマジでねもうすごいよ空気が。殺伐としてるよ。っていうか昼間配信者全くいないんだな。何これ夜ばっかりじゃん。暑いの見るもんねえな本当に。朝方メインでやろうかな。今誰もやってないんだね。何これひどいな。見るもんねえな。そりゃ閲覧偏るわな。これはひどい。朝方穴だね。リスナー公募でワドを倒したら100万円企画。誰が100万出すんだよ。誰が出すんだよ。俺のこと殴りたいやつは腐るほどいるんだよ。100万持ってねえよ。その日暮らしの10万円すら持って、だったら100万くれよ俺に。なんで俺殴られないといけないんだよ。俺にメリット一つもねえじゃねえかよ。ふざけんじゃねえよ。な俺のこと金払ってでも殴りたいって言ってるやつ腐るほどいいんだから。1万円払うから殴らせろって言ってんだよ。100万円なんか渡す必要なんかねえんだよ。俺のこと殴りたいやつが何人いると思ってんだよ。だから俺なんかあれじゃん本当に弱いしさ、俺とやりたいっていうやつは腐るほどいるよ。俺と捨て頃でやりたいっていうやつが一番多いんじゃないの。いい相手だよな。弱いしさ閲覧もねぶんどれるし知名度上がるし。こんなに美味しいカマセイヌいる？こんなに美味しいカマセイヌいる？配信会にゆいがさんとかとだったらめちゃめちゃやりたいかな。ゆいがさん出ねえかな。俺ゆいがさんとだったらちょっとやりたい。ゆいがバーサスワド
いや、やだやだやだ。ゆいがさんと殴り合いだったら多分体格的にも身長的にもちょうどいいでしょ。減量しなきゃいけない。減量相当大変だよね。体重差が多分10キロ以上あるから。ガリガリになんだけど。ウェイト相当10キロは落とさないとダメだけど、俺10キロぐらいだったら半年だったら落とせるから。ただもう減量減量だろうね。半年間。でもゆいがさん多分強いよあれ。運動神経めちゃめちゃいいから。ガリガリだからな、ゆいがさん。ただ意外と筋肉質なんだよね。だって配信で2連敗した和道に負けたら、ゆいがさん株ガタ落ちしてくっそ面白くない？めちゃめちゃ美味しい試合になるでしょ。お前2連敗した和道に負けたのって言って、多分ね、相当赤っ端食うと思うから、本気でやるよね。本気で。まあ、ゆいがさんが乗ってこないと思うけど、ゆいがさん最後ぐらい出ればいいのにな。もともとゆいがさんきっかけで始まった企画なんだから。ゆいがさんが出るってなったら後楽園ホール埋まると思うよ。ドラム叩こうかな、どうしよう。ドラム叩き行こうかな。でもね、多分なんだけど、ボクシングやってて思ったんだけど、ウェイト軽い方が多分動けると思う。ある程度体絞った方が多分ジャブ切れるし、体重体重たかったもんね。やっぱ捨て頃やっててパンチ力は増すんだけど、やっぱ体が切れた方がいい試合になると思う。ボクシングスピード勝負だから。今体重多分75とかっすね。だから65ぐらいまでは絞れるんで、さすがに50キロ台にしろって言われたらちょっと無理がありますけど、65とかだったらいけますよ。多分今75か73とかそれくらいだと思いますね。体重計持ってないんで分かんないんですよね。ありがとう。まあ、年末に何かしらね、出たいのか出たくないのか意思を決めないと。最後の捨て頃やるのはやるって言ってんでしょ。ベンドさんやるのは確定なんでしょ多分。髪の毛切ってこようかな。ねえねえねえ、女性陣さ、髪の毛切るのどういう髪型にしたらいいかある？今日髪の毛切ってこようと思うんだけど、どうしたらいいかな。なんか髪もこっち側黒く染めるわ、もうなんか赤髪不評だから。髪型なんかどういう風にした方がいいってある？なんかあります？なんか女性陣の言うこと聞くよ。なんかリクエストがあれば。単発黒髪？ああやるって言ってた。2ブロック。単発にするとね、黒髪単発にするとこういう感じかな。ちょっと待って、黒髪単発これ結構長いかな。こんな感じかな、これ結構長いね。これは結構長い。黒髪、俺が。単発あるかな？ちょっと待って。
単発はこういう感じだったら、あの何だろう、金髪はすげえ不評だったんだよな。黒髪単髪、黒髪単髪、これこんな感じかな。これ何のセットもしてなくて寝起きだけど、これ割かし単髪だね。これ割かし単髪。パーマかけてる感じだとこんな感じだね。パーマはこんな感じ。ちょっと長めでトップをパーマかけるとこんな感じですね。これ生まれて初めてパーマかけた時かな。うん、これパーマ、うん、いやパーマかけたらこんな感じ。あ、黒髪短髪これじゃん、こんな感じだ。うん、黒髪短髪だとこんな感じだね。これ短髪だね。でまあ最終的にはこういうのもある、うん、どれがいい。どうすっか、どんな髪型にしようかな。この時のあだ名ね、北斗の拳の残党って呼ばれてた。この時のあだ名残党。いや本当に残党って呼ばれてたから、あだ名が残党ってすごいよね。ここは通さねえぜっつってたからイエッハーっつってヒャーっつって暴れまくってたから。そうセットはね、あのケープが一番いいんだけど、ケープが半分なくなる。この髪型作るだけでこうやって頭を床つうかテーブルに乗せて下敷きを引くので、仲間にこうピシューってかけてもらうので、反対側こうやってやって下敷き引いてテーブルでピシューッつって、でドライヤー当てて、であのワックスを、ワックスのハードワックスに砂糖を入れんので、ガッチガチの硬いやつでビッチビチにして、でもう一回ケープピシューッて、もうすごいよ。ピーンってやっても何しても全然ビンビンだから、もう何やってももうこの状態、プラスチックみたいなハードワックスとケープでガッチガチに固めんの。単発こんな感じだね。もう一枚あったね、こんな感じかな。黒髪単発こんな感じ。髪染めるか、うん、赤い髪気に入ってたんだけどな、なんか受け悪いんだよね。痩せてるねこの頃。適当に切ってくるわ髪の毛。もう髪がうざったい。
でもなんか受け悪いんだよ、金髪っつうか赤いの。俺は好きなんだけどね。グローブももう半年つけてねえな。グローブつけてみるか。うわぁ、グローブ、うおー久々だ。うおー、うおー、赤髪好き。うん、いいね。おー、なんかグローブ久々つけたらテンション上がる。あー、なんかスパーリングやりて、スパーリングやりて。やべえ、グローブつけるテンション上がるんだけど。怖いでしょ、対面すると全然横から見るのスピード違うでしょ。達彦とかドレさんとか原田さんとかカズーンさんとか 3,4 倍速いよ。避けらんないよ。めちゃめちゃスピード速い。なんで笑うの。ピーカブースタイルだ。ピーカブースタイル、ガードガッチガチに硬いから。ディフェンスだけはほんと褒められるから。逆に真っ赤にする、単発の真っ赤にする、真っ赤。でものんちゃんも黒髪がいいって言ってんだよね。のんちゃん赤嫌い。もう寝てる、すげえな。ずっと寝てるかんな、すげえな。のんちゃん
爆睡だよ爆睡。配信業っていう感じじゃないっすよもう。俺はあの最前線にいないんで。だってあれっすよね、猫さん、僕150位に入ってないんすよ。ふわっちの中で稼ぎ150番以下っすよ、県外っすよ。だから配信業の中でプロの150番に入れてないぐらいも落ちてる。もうそれくらい変わった。昔猫さんが見てた頃さ、30位とか40位とかいたじゃん。今150位にも入れてないっすもん。あ、俺の上に200人ぐらいいるからね。超シビアだよ本当に。トーク1位2位は言い過ぎですけど、多分まあ10番以内には入ってると思いますよ。トーク力で言ったら1位2位争うって言ったら、あの発狂する人いっぱいいるんじゃないですか。まあ、シビアっすよね。喋れるからね稼げるっていう世界じゃないんで。ほんとシビアだよな。いや、慎吾さんもそんなに稼いでないかな。最近また復活してきてるけど、慎吾さん上位クラスじゃないっすよ全然配信。まあ慎吾さんはプロだからな本当の。あの人めちゃめちゃ面白いもん。慎吾さんはガチガチのプロだけど、それでも稼ぎで言ったらそんなでもないかな。あ、マンスリー9位なんだ今。いやいや、結局人気商売っすよ結局ね。ノリとかテンションとかもう本当に芸能界とかと一緒。面白いとか面白くないとかあんま関係なくて、なんか流れ、でっかい流れみたいなものを最近感じる。結局ね、もう流行ったもん勝ちみたいな世界っすよこの世界。別にね、なんか実力がとかあんま関係ない。本当に流行ったもん勝ちだと思う。売れたもん勝ちっていうか。だから芸能人とかも本当大変だよなって思うもんね。本当に全然関係ないと思うもん。それはみんな占いとかにハマるわ。なんかオセロの占いにハマったのとかよくわかるもん。なんか あ、プラモデル作りてえ。プラモデル作りたくなってきた。プラモ作りてえな。
ラも作りてえな。プラモデル作りてえ。うわ、プラモデル作りてえ、マジで。うわ、プラもめっちゃ作りてえ。でっけえプラモデルないかな、なんか。でっかいプラも作りてえ。エヴァンゲリオンのプラモでも買ってくる。エヴァ、エヴァ作りてえわ。なんだろうね、プラモデルの面白さってなんか特殊だよね。戦艦とかハードル高くないですか。もう作れないと思う、多分。戦艦とか、あれレベル高いでしょ、多分。上級者向けでしょ。戦艦とか、いや、めちゃくちゃ大変でしょうね。ヤスリがけから塗装から、あんなん作れないもん。プラモコンテストあんの俺のミニ四駆コンテストに出す。もうまだ途中なんだけど、俺のミニ四駆ビークスパイダー。曲がるかんね。カシャンカシャンカシャン。コーナーに当たったとき。いや、でもこういうのもね、友達いないと面白くないんだよね。一人で黙々と作ってても寂しくなるだけだから。プラモコンテストあるんだ。あー、もう全盛期ですよね、僕ら。レッツエンドゴー。いや、楽しいだろうな。なんか子供と一緒にプラモを作るお父さんとかの気持ちわかるもんな。めちゃくちゃ楽しいんだろうな、子供と一緒にやんの。じゃあそろそろ終わりにします。皆さんありがとうございました。アイテムたくさんありがとね。じゃあお疲れ様です。僕髪の毛切ってくるわ。お風呂に入って髪の毛切って染めてきます。髪型変わると思うんで。はい、お疲れっす。アイテムありがとう。お疲れっす。